ちょっともうやめてよ、スカシピはもうやめてよ。あ、こら入ってまったこれ録画されてるんやんか。もうなんで撮るんかな、嫌がらせやこれ。濡れとるで、はい、タオルが濡れとるの。よしおちゃん1番、南條さん2番、よしおちゃんこんばんは。お腹痛いのどうなったですか昨日の。セブンナリー、さてとさんいらっしゃい。トリュートちゃんこんのり、ゆらちゃんいらっしゃい。森くまさんいらっしゃい、こんばんは。お正月はどうですか。ぬちゃん妹様こんばんは、妹様こんばんは。まさちゃん、かいたりさんこんばんは。そう、ドリフトちゃんギフトありがとうございます。バラ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 、ドリフトちゃんありがとう。そう、みきちゃんこんばんは、いらっしゃい。ホイール取れてよかった。ほんとそれ、もう今日その動画を投稿しさせてもらったんですけど、FD かっこええな、だってサクさん。うん、なちゃんイメージ違うね、髪型かな。妹のなヘアアイロンを借りてなんかまっすぐにしてみたらな、なんかピンピンになりました。まさのりちゃん、のりちゃん明けおめ、明けおめ、皆さんこんばんは、ありがとう。まさちゃんステッカー貼ってくれてありがとう。固着ってすごいね、だってそうな。今年はやりたいことが できてます。よっしゃ、走り屋の息子ちゃんこんばんは。 S1315 好き変態ですさん、明けましておめでとうございます。明けおめ。あのさ、あのね、固着っていうか、なんかもともとさ、あの FD のなんていうの、純正ホイールはあのハブ、純正のハブに対してな、ぴったりに作ってあるんだって。でも実際そうだったんですよ、あの交換するときに。なんか車外は結構ポリンって外れるけど、純正はきっちり入るなっていうのは思ってた。それはアルファードも一緒なんですよ。だからアルファードの純正をはめるときはね、相当大変なんです、重たいし。それは思ってたけど、なんかその塗装したからもう一皮埋まったみたいな感じ。そう、まさちゃんいいねで応援お願いします。目指せ 10K、 あのたくさんギフトくださいとは言わないけど、たくさんいいねで応援してください、お願いします。かいちゃりさん明けおめ。そう、私ラグくないかな、ブレーキ熱での固着やね。そうなんや、名前こうさんですからね、だって。あ、こうちゃんなんや。あ、こうちゃん久しぶりやな。ほんまや、チャリやわ。あ、ほんとやわ。いらっしゃい。こんばんは。こうちゃんか。あけおめ。えこちゃんこんばんは。かきちゃんいらっしゃい。こんばんは。今日さ、何をしてましたか、みんなはね。私はね、実家でゆっくりしましたよ。そう。こんばんは。南條さんいらっしゃい。今日初詣行ってきたよ。おみくじ引いた？あー、竹島ちゃんいらっしゃい。こんばんは。ゆうちゃん待ってたよ。ありがとう。こんばんは。あのさ、今日は私家でずっとゆっくりさせてもらいました。あげぜんすえぜんでありがたや。んで、岡山の和習山に友達とニューイヤーミーティング行ってました。すごい！こうちゃん結構じゃない？すごい！カイタリちゃん、明日は真冬に洗車やろうとしてます。頑張れ！頑張れ頑張れ。私も特に何もなく家でまったりです。いいな。ちょっと私さ、ちょっと仕事のこと忘れてるん、こう、すっと忘れてる。そんな時も大事やな、ゆうちゃん。なんか、頭パンパンになるやん、すぐうちらってな。あれもせな、これもせな、あれもあって、あれもこれもあるけど、これもやらんとあかんみたいな、もう、うわーってなるじゃん。ちょっと一回今日忘れるよね。忘れた。今日は猫たちとお昼寝してました。まさちゃん幸せ。ロータリー整備難しくないですか、だって。いや、どうなんですか。そう、エンジン以外はあんま変わらんちゃいますかって思うけど、違うんかな。あまり整備とか偉そうにせんからよう言いませんけど、そんな普通の車とあんま変わらんと思いますよ。タイヤ外れてよかったね。はやちゃんマジだわ。
ちょっとな、あれは1個目のタイヤです、あれが鳴ったんですよ。もう絶望でしたね。え、1個目でこれなるってなって、1個目でタイヤ外れないってなってな。心折れるよね。これ4回やるのってなった。そう。ミキちゃん、今日は親戚一同と宴会でした。飲んだって言った子。レイちゃん、いただきます。初見です。いただきました。マメちゃん、ライブは初見です。ありがとうございます。ライブに来てくださってありがとうございます。今年はなんかライブ配信を中心に相変わらずやっていこうと思ってますから、よろしくお願いします。ライブ配信を見てくださってる方は今投稿してる、なんだろうな。ペルトだよ。誰？私前も来てくれたようなユーザーさん、ペルトだけど誰って言った子はペルトです。お久しぶり。そう。なんていうかな、ライブを中心にやっぱりやっていこうと思ってます。そう、ウバイツさんこんばんは。セブンの方やね、だって。うん、そうです。 M さんどう思いますか。 M さんって何、 M さんって何やろ。ゆうやちゃん、カイチャリでやるので名前がカイチャリになった。あ、そっか、わかった。コウちゃん、カイチャリコウにしといてくれるとありがたいけど違うんかな。なあ、 M さんってさ、あれのこと、あのなんか両面テープのことですか。なんかさ、マスキングテープをね、あのなんか破れる、いっぱい破れるっていう話をしたらさ、 M さんのやつ買わんからやって私を言われたんですよね。アストロに売っとるやないかって言われたよね。それのことか。 M さんどう思いますか。わーん、うん、いいと思います多分ね。でも1個だけ使ってるんですよ、 M さんのマスキングテープの黄色いやつは。ちょりちぎれます、ありがとう。ゆうちゃん、わかるって言ってる。頭一旦空っぽにというか、整理するというか、リフレッシュ大丈夫ですね。そう、あ、いやマジでそうです。いや、あの、まあ、一回こう頭寝かすとな、次オンにするときすごい大変なんですけど。そう、まあゆうちゃん一緒に頑張ろう今年もね。ゆうちゃんとこう二人三脚でお互い背中押し合おうさ。自営業だしね。トンガラちゃんいらっしゃい、こんばんは、待ってたよ。ケイちゃんもいらっしゃい、ありがとう。セブンで今どれくらいやって言ってる。値段どんぐらいやろな、知らん。え、どんぐらいなんやろ。ちょ、なんかグーネットとかに書いてあるんかな。でもなんか安けりゃええってもんでもない気がしますよ結構ね。明日1月3日から仕事だよ。今から寝るところ。あ、南條さん。お正月が短かった。お疲れさん。ありがとう。社長いらっしゃい。明けましておめでとう。妹様が社長のこと覚えてたよ。そう。こんばんは。妹どうなりましたか？妹どうなりましたか？おるよ、ここに。ここに、すぐここにいます。妹様は。どんがらちゃん。元気です。こんばんは、社長いらっしゃい。ケイちゃん来てくれてありがとう。私も頼むで。ケイちゃんつながっててや。そう、 S1 さん、ロックさんかっこいいですよね。すごいな、今日ミッションバラしてた、見てた。すごいな、なんかさ、初めてバラしますって言う割にどんどんバラしていくしな。あんないろんなネジどんどん外して覚えとけるんかなって思ったりしたよ。すごいな、あのさ、あんだけいろいろ外してさ、ノーミスやし、ノー事件やんか。私たった2時間タイヤ外して交換するだけで事件送りまくるんやけど、なんでやろか。そう、了解です。いいえ、ありがとう。そう、えいこちゃんお疲れ様って言っとる、南條さんに。お仕事頑張ってください、だって本当やな、南條さん。みんな、なんか宝箱をれんちゃんがくれてるから開けてください。れんちゃんありがとう。そう、7日間名前変えれないって言ってる会長さん。あ、そっか、分かったよ。じゃあ、ま、無理には言わんけどね。まめちゃんさようなら、ありがとう。 BMW の M さんだよ、車だよ、テープは 3M、 あ、 3M か。あ、そっか、のりちゃん相変わらずやな、まさちゃん。惜しかったな。ゆうやちゃん、 BMW の M さんのことです。あ、ごめんなさい、車の名前やったんやけど。あ、疲れたわ。ちょっと待って、調べるな。ちょっとググるわ。ちょっと知らなすぎて。BMW の、ん ?3M か。M3 か。M3。ちょっと待って、見るわな。
わー、え、かっこいいやん。なんか BM の、うん、お目目が綺麗かな。いいと思いますよ。めっちゃかっこいい。なんかちょっとごついけど、 BM の中でもちょっとなんかごつみたわって感じで、ここら辺とかなんかちょっと頬がこけたって感じで、ちょっとやつれたっていう感じですけど、あのお目目が綺麗かなって思いますね。お目目が素敵と思います。ゆやちゃん、たかひろちゃん、今日もセブンなりお疲れ様です。だってありがとう。さくちゃん、すみとも、すみとも 3M メーカー名だって。そうなんや。あ、そうなんや。いい車だと思いやすよ。今年納車します。あ、そうなんや。ゆうちゃんの車がこれか。私ちょっと全然覚えてないわ。ともみちゃん、明けおめ。ケイチンパンダ、ありがとう。ともみちゃん、うちの妹がともみちゃん覚えてたよ。すごいな。TPAP ちゃん、こんばんは。いらっしゃい。竹島ちゃん、前の動画でナットにソケットが取れにくい時あるから、プラスチックハンマーで1個あったらいいですよ。本当やな。プラスチックハンマーって言ったり、ゴムのハンマーって言ったり、みんないろいろ言うな。そう。お疲れ様です、ともみちゃん。お疲れ様です。妹がともみっていう人覚えてたわ。って言ってたね、めっちゃ上から。そう。よかったな。そう。なんかめっちゃコメントが詰まってた。ごめん。エイコーちゃんが妹様こんばんはですよって。こんばんは。こんばんはって言ったり。気をつけや。ほんまに。挨拶を間違ったら怖いで。レイちゃんこんばんは。今始まったとこです。ありがとう。モンスターさんこんばんは。明けましておめでとうございます。今年もお願いします。卵焼きちゃんもこんばんは。皆さん明けましておめでとうございます。ユーダスちゃん今年もよろしくね。セブンが30歳になるんかな。って思うんやけど、合ってる？21マジェスタさん、俺のマジェスタはな、ガソリンだいぶ食うからよ、金がかかる。あ、お疲れ。一緒だよ。人間は酒田さん、ええー、名前ですね。明けましておめでとうございます。元旦から絶賛インフル中ですやって。ヤバミザはそれ酒飲んどる場合じゃないな。あらららら。でもなんかさ、インフル結構流行ってるって聞いた。やっぱみざは熱と咳は大丈夫ですか？お大事になさってくださいね。そう、大変みざは。そう、ちょっと待って。毎度お休みも明日までって言ってひろしさん、お疲れ様です。ボストンさん、金ないから雨の日大好き。うん、でも家でおうちの時間もなんか私ら上手になったなって思いませんか？ナジョさん、恋一枚ありがとうございます。ミオちゃんこんばんは、いらっしゃい。ケイチンこんばんは、いつもありがとう。トモミちゃんお疲れ様。雪国にいますよって。今どこ？トモミちゃんどこっていうとこ。竹島ちゃん、コインありがとうございます。ケイチンが妹様はって言ってる。おるおる、ここにおるよ。今スマホ中、こちらでこうやって寝ながら寝ながらここでこちらで、あのスマホ中ですので忙しいです。そう、ケイちゃんが竹内優子と中村獅童の DVD 見て泣いたよ。今会いに行きます。いやめっちゃ好き。それめっちゃ好きなやつです。本当にわかるわ。もう音楽流れるだけで泣きそうになるよ。ケイちゃんもわかる？そう、最初のなんか10分ぐらいでもう泣ける。そう。ニーチマジェスタさん、俺最近フルスモで警察に捕まった。お疲れ。もうするからや、本当に。でも私も本当は前にしたいけどな。前にしたいけど、もう誰か見てんの？絶対捕まるであかんかったわ。そう。ナオトさん、RX7 乗りたいです。だって。うん、ぜひぜひ、あのおすすめですよ。峰山俊さんもコメントありがとうございます。スープラさんこんばんは、いらっしゃい。へいへいちゃんフォローありがとう。フォローで応援が一番嬉しい。よろしくお願いします。アマモン明けましてこんにちは。明けおめ、今年もよろしくお願いします。 MR2 納車しましたよって。すごい、 M2 いいですね。なんかちょっとだけ乗ったことありますよ。そう、何が、あ、みんながそう。ゆきのすけちゃん、おつです。ミッションはバラせないけど、フルードのエア抜きやりました。あー、無事できましたか？私、ブレーキ振っ
フットブレーキ、フットブレーキを踏み続けるお手伝いは覚えたの。そう、バイク好きのさぬきさん、こんばんは、いらっしゃい。にゃーこちゃんもいつも来てくれてありがとう。すっかり一面さん。リブリブさん、初見です、失礼します。全然車のこと知らないんですが、セブンって何の略称なんですか。だって RX7FD3S っていう車の RX7 のセブンです。あのマツダの車です。そう、種類はいろいろありますけど、あのなんていうんかな、なんかウルトラマン7とかウルトラマンなんとかとかがいるけど、ウルトラマンって言ってるような感じです。りょうちゃん、ナットからソケットが取れないならもう一回工具はめて逆に動かせば楽に。ナットからソケットが取れないならもう一回工具はめて逆に動かせば楽に外せます。あ、そうなんや。あれ、私あそこが外れることすら知らんかったんよね。一瞬なんで何が起きたかわからんかったんよね。なるほどな。あー、さぬきさん、やばい、やっと綺麗に帰れました。おしまつけてくれてありがとう。そう、おーちゃんもあのエフェクトです、ありがとうございます。サクさん、何年式だって、ね、忘れた、平成、何年式やったかいな。30年前なんですよ。っていうことはどういうことや、平成5年ぐらいですか、多分。平成5年ぐらい、ユーラスちゃんと誕生日が一緒なんですよ。ユーラスちゃんに聞いた方がいいかもね。平成5年ぐらいかなと思いましたね。4か5ぐらいですね。1993年ぐらいですね。そう、妹様、今日お薬買いに行けたかな。だって何の薬、バイ、あ、まだやわ、買ってないな。今日忙しくて行けませんでした。まさちゃん、ありがとう。合ってます、合ってるか、ゆらちゃん、ありがとう。言い方いろいろあるからね。だって そうやな、南條さん、何の言い方、 M3 のことか。アメ太郎さん、いつも見てます、ありがとう。オートちゃん、フォローありがとう。たかしちゃん、フォローありがとう。フォローで応援が一番嬉しい、よろしくお願いします。そう、今は新潟県です。だって寒見沢、雪はどうですか。社長が、今年は妹ちゃんと意見が合う出来事が起きるかな。だって社長も、社長意見が合うとか、うん、まあ、社長、妹怒りすぎよ、お前。プンプクリンだわ、もうすぐプンプクリンだわな。事務員さん攻撃するの大好きバラ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 、もうロックさんいっぱいバラくれてるよめっちゃバラくれてる、いっぱいバラくれたよ、ありがとうロックさん気使っとるそう、会津から配信見てます。あー、会津素敵ですね。あの、よかったら、あのね、チームのりのみんなとか、よかったら LINE、公式 LINE ができましたから、公式 LINE 登録してください。今年なんか皆様に会う機会をたくさん作ろうと思って、あの、あのどこそこに行きますっていうのをお知らせしようと思っていますが、それを公式 LINE でやろうと思ってるんですよ。なんでもうすでに何十人、30何人かな、登録していただいてるんですけど、あのよかったらトップページのところのリンクのところを押していただいて、一番下のところに公式 LINE のリンクがありますから、公式 LINE 追加しとってください。あの、北はどこから南はどこまで、今年は動きますんで、よかったら皆様にお会いしたいと思っていますんで、よろしくお願いします。おーちゃんもぜひよろしく。やけど大丈夫ですか。やけど大丈夫です、ありがとうございますこっち来た妹、スマホ時間が終了。見てほら、モンスターさん、妹様もこんばんはって言ってるよ。こんばんは。これロックさん、この緑の丸の人がロックさん。ほんまや、なんせ老眼が激しくて見えんっていう老眼が激しくて見えん。おとは何乗ってるんですか。だって何乗ってるんでしょうね。カズさん、いらっしゃい。昨夜スマホ加熱で落ちました。あ、そうやったんや。私も最近なんかなるんよ。なんかスマホ新しいはずやに、なんでやろな。カズさん、あれやろ、アンドロイドですよね。私もアンドロイドなんですよね。でもなんかドコモの人が言うとったけど、なんかアンドロイドのバージョンアップがなったらなんかなるとか言っとった。ほんまかな、なんか違くないって思ってるんやけど。さあ、今日スロット始め、5万買った。よっしゃー、ケイちゃんいいじゃん。年末3万負けたって言ってたよな。よかったそう、ゆうすけちゃん、明けましておめでとうございます。今年も頑張って動画楽しみにしてます。ぜひぜひ、あのフォローでつながってください。あのフォロワーさんをたくさん、あの
たくさんつながりたいと思っていますんで、いつも見てますとか知ってますな人とか、訪れて初見だけどまあいいかな人も、よかったらここがプラスボタンになっている人押してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。あけおめ今来たよ、たかちゃん。あけおめ、もう妹がここにおるん。そう、ありがとう。たかちゃんもだいぶ前にずっと来てくれてるよ。1年前。うん、そうみりんさん、ライブ初見です、いつも見てます、ありがとう、よろしくお願いします。そう、ケイタさんこんばんは。今年はボイラーが壊れませんように。なんかな、これケイタさんはな、車がな、めっちゃ大事なんやけどな、直そう直そうと思ってるとな、ボイラー壊れたりする、うん、家の家の家の車直せ、家壊れる。そうそうそう、家のなんか家のトタン壊れたとか、大変そうで、なかなか車直せんの大変、もう忙しい。わかるよな、まあわかるわ、忙しい。妹さん、やけど早くなることを願います、大事にしてください。だってカズさん、ありがとうございます。カズさんもうずっと最初からおってくれてる、聞いたことある、覚えてる、うん、カズさん聞いた、なんでそんな聞いたことあるどこの立ち位置な、なんでそんな上から年一やでな、年一、年一、まあ年一やな、そう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 、年一やけど立ち位置よくわからんな、そう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 、羽がお世話になってますとかいう立ち位置ではないんやな、もうなんか、あ、聞いたことある抜け感すごない、抜け感、抜け感ロックさんは初めましてやから、そう、知ってる、もうええの、予習はしたけもう知ってますけど、そうそうそうロックさんはドリフトしてるのを見た、あ、見た、見た、お疲れありがとうねって感じ、すげえと思って、かっこいいよな、うん、ようでも貸してもらってよ、の乗ったなと思って、よう乗ったなと思って、いやほんまよ、でもなんか、うん、いやもう無理や、もうやめときますって言ったけど乗せてもらった、なあすごい、インストの嵐やねもう全然わからん、いやわかるわ、でもさ久しぶりにミッション乗ったらさ、うち運送会社から軽トラがボロボロあるやんか、うん、軽トラでさそこまで乗っけてってって ドライバーさん言われるからさ、うん、乗っけていくのにさ、うん、ふんがふんがなんでワンワンワンってなる、最初さエンジンのかけ方すらわからんのだと、あれこれどうやってエンジンかけるやったっけこのなんかこれしたそれもしたし、それは覚えとった、うん、でもアクセルを踏まな、アクセルじゃないブレーキと何クラッチを踏まなあかんのに、うん、クラッチ忘れとって、これどやして付き合ったっけなって言うたら、もうお前に乗せてってほしないわって言ういや、忘れるよ。いけるいける。もうなんか、ギア変えるのはめっちゃ上手やった。でも、位置はどっちかわからなかった。あれセカンドと、なんかファーストがどっちから始まるんか、前かな後ろかなみたいな感じ。どっちでもスタートできるから大丈夫や、言って。でも2から1にしたらワンワンワンってなるやんそう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 やるやん、それあ、今度妹の隣に乗りたい人はあの LINE チャットの方に、公式 LINE の方におっしゃってくださいね、駐車場まで乗っけていきます、駐車場まで軽トラで送ってくれるそうですので、あのシートベルトはしっかりカチッと締めておいてください、こうなりますからそう、 A86 も乗ってて楽しいようだって、86も楽しかったな、うん、そう、あれどこまで読んだ、どこまで読んだ、どこまで読んだかな、あったここはよ、デリカちゃんフォローありがとう、サイコロちゃんもフォローありがとう、そう、初見です、いつも見させていただいてます、 BR さんありがとうございます、いつも見てもらって嬉しいです、あの今年もあのたくさん更新していこうと思いますので、よかったらよろしくお願いします、あとツイッター、インスタ、YouTube もよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日のツイッター一番上にあのひろっさん、ひろっさんだったかな、ひろっさんだった、あ、ひとっさんや、ごめん、ひとっさん最高ですってつぶやきました、あの詳しく知りたい方は LINE の方でお尋ねください、答えます、そう、よろしくお願いします。安井さんお久しぶり、コメントもありがとうございました、読みました、今年もよろしくお願いします。人間は酒田さん、うん、松田のお膝元、広島に住んでますが RX7 見ないな、8ならたまに見るくらいかな、わかりました、今年はあの訪れますので、違う違う、ゴールデンウィークにさ広島にあのの高速の上に乗ってた、本田ちゃんいらっしゃい、バラ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 本田ちゃん、そしたらね、あの
なんか松田のミュージアムっていうところがさ、ゴールデンウィークは閉まってますってなっとったんだから、もうなマジかってなって広島市内に降りようかなって思ってたん、高速から わざとってかあえて本社にセブンでと思ってたけどな、そのミュージアムも閉まってるし本社も閉まってるんやったらやめとこうってなって通り過ぎたんですよ。そういう感じです。また行かせてください、お願いします。そうで、イカさん岐阜来たことありますか？ありますよ。あのね、岐阜で一番好きなのは団子、団子が好きですね。あの串刺しの、あー名前忘れたな、みたらし団子じゃない団子が売っとるんですよ。なんの店の名前も思いっきり忘れたわ。ともみちゃんが教えてくれます。その団子屋さんが美味しいのでめっちゃ気に入ってます。甘辛い味がしますね。そこが好きです。そういう感じ。よ、ばばちゃんこんばんは、今日も来てくれてありがとう。みおちゃんもう30歳かセブンもって言ってる。そうな、うんとね、いや私のセブンが2型なんちゃう、間違った、2型なんで30歳ですわ。なんで6型とかはもっと若いと思いますよ。そう、はい、平成5年式、あ平成5年式、ゆらしちゃんいつもありがとうね。ゆらしちゃんがいつも覚えとる、うん、同い年だよ。ゆらしちゃん今年30歳になるんやなって思った。あめでた、ゆらちゃん知っと、あゆらちゃん知っとる、まあ、セブンにめっちゃ詳しい人そうそうそう、ゆらちゃん妹が知ってたわ、よかった、うん、さくちゃん FD3S は車検証は松田やけどだって、うん、うん、うん、そう、あーカズさん2023ありがとう。そうだよ、同い年だよって言ってる。そう、ロックさんもバラ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 、ロックさんありがとう。ピカ君もフォローありがとう。ゆきのすけちゃん、エア抜きうまくできました、明日晴れたら洗車する、お疲れ様です。私も洗車したんですけど、あの年末に、でももう水全然あったかく感じるぐらい手がなんかどうかなりましたけど楽しかったですよ。そう、富士さんもコメントありがとうございます。しんじさんフォローありがとうございます。ナナトさん何歳ですか、だって87です。あの若く見えるねって言われます。85ぐらいに見えるから、85ぐらい言ってても大丈夫ちゃうって言われるんで、今年は88になりますけど、87です。ありがとう。かいちゃんバラ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 ありがとう。あいず白ひげ隊見に行きたいねって言ってる。何それ知っとる、あいず白ひげ隊って知っとる、あいつだって臭くない、大丈夫ちょうどさ聞いてくれる、多分さちょうどこの横にだったタイミングちょうどいいんだちょっと待ってもうじゃあお母さんもそこにおるんやけどさなあちょっと待ってまだ妹と危険物放出それこたつの中で寝てたけどさ、それ危険物出したくなったんで体勢変えてちょっとポリッとこっちに来たんじゃこっちにだこっちにだ、あの社長が呼んでくれたけど社長のせいにせんと社長が呼んでくれた、ちょっと社長 見させてもらおうかなと思って社長を見に来たそしたら危険物出た、うん、なんか胃の調子が悪い胃の調子じゃなくない危険物と思ってる人が危険物出したわ、怖いあ白ひげがわからんくなった。なんでセブン好きなんですか、だって虫パンちゃん、ねかっこいいからです、形が。あとはもうあと全部ですね。あそちゃん今日お疲れ、いらっしゃい、あそちゃん来てくれてありがとう。今は雪国にいます、あの言っとるで、ともみちゃんが何を隠しとんの、銀行の暗証番号までバレとるのに何を言っとるのともみちゃん銀行の暗証番号乗らねえに言いふらされてるからみんな知ってるすげえ、すげえ、すげえ。ほんでな、ともみちゃんのな誕生日6月21日なんやんか、うん、私のオリジナルカレンダーな作ったらな、うん、奇跡が起きてな、うん、6月21日がな、うん、22日が2日続いとってな、うん、21日ないんやんすげえ。ほんでな、なんか全然違う人からさ、うん、なんかあの1日6月21日がじゃあ22日が2日続いてるんですカレンダー上でっていう意見がその勝った人から来て、うん、ああそれ6月21日の人にめっちゃ謝罪と思っとって、誕生日カレンダーやから、うんうん、と思ったらともみちゃんやって、ああよかったと思って今年ともみちゃんはな年を取りません、いいな、うん、もうじいさんやけんなそう、安井さんフォローありがとうって今頃か、安井さんありがとう。そう RX7 出会いは何ですか、だってななちゃん
またそれ動画にしますね。 YouTube でゆっくり喋ろうかなと思ってます。横動画でよかったらチャンネル登録お願いします。ゆずちゃん明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ゆずちゃんはペルトのお客さん。へえ、すごい。そう、この間イベントにも来てくれた。ありがとう。へー、すごい。ありがとう。ゆずさん今年よろしくね。ありがとう。ゆきちゃん車かっこいいです。だってありがとうございます。最高です。そう、森熊さん今日は隣に妹さんもいるんですね。そうなん、危険物を取ってる。妹が危険物を放出しましたけど、います。やばい、50件も溜まってる。コメントが、山見沢いらんこと言うからや。山見沢達也さんこんばんは、いらっしゃい。お兄たん初見です。最近おすすめにも動画載ってます。いつも動画見てます。ありがとうございます。もし不快じゃなければフォローで応援が一番嬉しい。ライブ配信が中心のコンテンツになりますので、よかったらあのライブでつながっててください。フォローで応援が一番嬉しいでお願いします。そう、ゆきちゃんフォローありがとう。ともみちゃんが、妹様もご一緒であられますか。だって雪組のともみが妹様頑張って。 LINE 追加しました。あーちゃんありがとう。嬉しい。 LINE ぜひとも追加してください。お知らせが私から直に皆様にお届けしようと思ってますんでお願いします。サイコちゃんこんにちは、いらっしゃい。唐揚げちゃん、ハチマルスープラ好きですか。好きです。めっちゃ可愛いと思ってます。ハチマルもキュウマルも好きですね。ケイちゃん LINE 追加ありがとう。ケイちゃんも一番つながっててください。お願いします。 LINE の追加の仕方は、私のプロフィールのページのリンクのページを行っていただいて、一番下に LINE の、公式 LINE のリンクがあります。よろしくお願いします。グループ LINE に入るわけじゃなくって、あなたとは私の LINE なので、あなたの LINE が知らない人に知れ渡ることはありませんので、安心してください。バラ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 60年さんいらっしゃい、こんばんは。今日も妹配信。そう、一回高速で追い越ししたことあります。だって誰よ、デリカさん、私って言ったか。そう、サイコちゃんこんばんは。エビカさん聞いたことあるって言ってる。カズさんのこと聞いたことあるって言ってる。めっちゃ上から。ああ、カズさん聞いたことある。失礼な人。すいません。全然人生の先輩やで。立ち位置な。竹虎さんはじめまして。セブン好きで毎回見させてもらってます。ありがとうございます。ぜひとも見ててください。大事に載ってますんで、何でもよかったら関わってください。コメントもウェルカムです。よかったらどうぞ。 NRC 兼スターナイトノリマーさん、ノリマーさんや、こんばんは、いらっしゃい。こんばんは、いつも見てます。新重量、これなんて読む。あー、飛んでしまった。やばい、またコメントが飛んだ。ちょっとお待ちくださいませ。こっちやな、なった。これ残重量って読む、うん、シュートちゃんって言えばいい。人重量って言う。シンだろ、新しいじゃなくって。だからシン、シンじゃないよ。え、だから老眼でよ、見えんねん。残念やけど。残念やけど。妹目が悪い。シュートちゃんに紹介、いつも動画見てくれてありがとう。いつも見てくれる人、ここがもしプラスボタンになってたら押してフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。姉さん妹で、妹様はお姉さん。じゃあ分からん、なんかしっかりしてるんです。私ちょっとボケてるけど、んー、なんかしっかりしてるんです。すごくね、頼りがいがあるんです。ものすごく、なんていうかな、性格がさっぱりしてるから、なんていうんだろうな、その場で解決です、よく言えば。そうです、そうやな、うん、めっちゃ言葉選んで、素晴らしい。そうそう、よく言えばその場で解決が、解決じゃないな、決着の方が合ってるかな、社長。うん、笑ってごまかす。後でな。その場で決着がつきます。良くも悪くも。さっぱりしますので。そういう感じです。そう、エンストの嵐。そうやで。もう、ロックさんの車の一足が難しい。ゆきちゃんお疲れ様です。あそちゃんもお疲れさん。カズさん、フロントガラスにさらに日々広がった1月中頃に車両保険で修理。おー、暖房するし余計じゃない。私、暖房で車温まったら横にバーって広がりました。たくみちゃんハートありがとう。そう、セブン売りますか？セブンは売りません！ありがとう。ケイタちゃん、ノリさん聞いてください。トタンとボイラー、予想外の出費、そして年末に先祖代々の柿の木が傾いて。すごい。松の木にもたれかかってやばいことになったので、業者の人に気を切ってもらいました。またお金が飛んでる。すごい。でもさ、なんかもたれ、持ちつ持たれつって感じ。柿の木が傾いて松の木にもたれかかったやん。人や。
人になりよったわ。あ、マネキュー、マネキュー、こりゃすごい。人になりよった。人になりました。ケイナちゃん。なんか良さげやな、2023年。あ、でも切ってもたで。あら。ポリン。ケイナちゃん、笑っとこう。めっちゃ笑ってる。TR さん、ほら、ありがとう。本田ちゃん、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。はい、妹様の隣乗りたいです。やめとけ。マサちゃん、やめとけ。レンちゃん、スポーツ界女子とペルトと YouTube とインスタ、Twitter よろしくお願いします。いつも応援ありがとう。レンちゃん、いつもこんなんやね。素敵。そう。軽トラは農道のスポーツカー。間違いない。やばいよ、マジで。え、軽トラ最強だよな。最強。ああ。パワープロさん、R さんごとか早いよねって言ってる。そうなんですね。私、あんま知らないけど、素敵だと思います。フォローありがとう、パワープロさん。ケイタちゃん、柿の木と一緒に、松の木も切ってもらったら73,000。すーげー。山見沢。え、それ社長に言ったら5万だったかもしれない。うちの G を派遣するやん。うちのお父さん派遣したら3万だったかもな。いや、10万で行こう。中村さんじゃないか。そう。7万3000木切るのに、山見沢。あ、でも切った木をどうにかしてもらわんとあかんね。ほら、もう薪になるしかないよ、それは。それ持って帰るってこと？軽トラで。軽トラさん、山見沢年末に、お小遣いが、ケイチン、身元様の軽トラ乗ると、木、おなら用のガスマス。スカンクじゃないんでね。危険物つけます。お外ではしません。お外ではしませんな。お外でしなさいよ。ヘルメットかぶらんと死んじゃう。ほんとやな。だいぶやで。わだちゃんこんばんは。そう。ふたやフォローありがとう。はあ、キノコちゃんもセブン乗りたい学生さんフォローありがとう。セブン乗りたい学生、ぜひとも一緒に走りましょう。数年後には一緒に走ると思います。そう、青森県に来る予定ありますか？行きたいけど、私人生でどんがらちゃんさ、青森と、秋田と、沖縄だけなの、あと。だからいつか行くよ。でももしかしたらさ、あれだよね。大地さんの、なんか、大地さんの、お墓に埋めてもらうときに、なんか俺の会社の敷地に埋めるわとか言ってくれたからさ、その時かもね、と思ったが、その時よろしく。って言っとく。でも、青森もいつか行きます、絶対。日本全国行きたいんで、いつか行きます。待っててな。そう。ドリフトって大変そうって言ってる、ただちゅう。大変そう。いやいや、大変ではない。骨掴むまでは難しいんじゃん。そうだな。後ろのタイヤを滑らすのはできるけど、カウンターを当てて、思った方向に進めるが難しいかな。うん、そう、後ろをこう、クリーンってするのは簡単ですわ。誰でもできるし、なる、ちょっとスピードで曲がるとなる。けど、カウンターを当ててそれをコントロールするが難しいと思います。私もそれで一発廃車してますからね。五平餅だ。あ、五平餅だったっけ。南條さん、五平餅やったっけか。え、五平餅やったっけか。ともみちゃんが知ったんよね。五平餅やったっけ。それそれ、多分ね。ただちゅうさん、ほら、ありがとう。鹿島団子？鹿島団子が出てくるよ。違う。五平餅かもね。トントン誰かな。お母さんかな、江崎さん。そう、まさちゃん、皆さんフォロー&いいねで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。まさちゃん、はい、もう30ですよ。ゆらしたら30歳か。早いな。 YT のアクセルペダル取っ払ってどこしまったか覚えてない。まあいいか。どういう感じ。アクセル踏めんじゃん。どうすんの。かまぼこいたか。それもいいかもね。そう、あやみんなピルクルやでって言ってる。あ、ピルクル来た。ピルクル来た。ロックさん、ピルクル来たって言っとくわ。てっちゃんこんばんは。てっちゃん、お団子の名前何やったか教えて。何やったかいなって思うんやけど、お団子の名前、甘辛いやつ、あれが忘れたじゃねえ。てっちゃん、五平餅じゃん。五平餅なんや。あ、五平餅だ。べちゃべちゃ。五平餅か。五平餅だったかな。お店の名前で覚えとったんかもしれんな。五平餅って味噌系？違う、なんか甘辛い。お味噌じゃなくて、なんかどっちかって砂糖醤油系の甘辛いって感じ。美味しいよ。なんかなんか餅よっていうよりちょっと粒気味の、ご飯気味のお餅気味のもぐもぐっていう感じ。ちょっとその潰しが甘いって感じの。そう。カイさん、バラありがとう。
そうそう、やばい、また60件ぐらい溜まってる。やばみざわこそうきちゃん大学生です。うん、ハイラックススポーツピックアップ乗ってますよ。すごいやん、どうやってハイラックスゲットしたよ。バラ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 、ジョーカーちゃんありがとう。ジャンさんこんばんは、今日も見に来てくれてありがとう。ナンガラちゃんまたブツが出た。ブツが出た。ブツが出た。静かに出すから怖いわ。静かにしか出さんよ。怖い、臭いだからまた。いや違う、今は違う。残ってた。ちょっともうこっちにふわっと飛んどいて。なんか来たわ残りが。はあ、もう FD3S の30回、同い年やらって言ってる。本当やな、ゆらちゃんありがとう。合図白虎隊だよ。あ、そうなんや、白虎隊ってのがある、知っとる。へえ、聞いたことあるよ。ピルクルがスポーツカー姉さん何歳ね、だって87よ。ありがとうピルクル来てくれた。サケちゃんすべて、なんか臭い、すべてで手で操作できる車だからペダルなくてもなんとかなる、だって。そうなんや、おしゃれだな。何人来た、乗らねえ。妹がさ、乗らねえのこと覚えてたよ、ちゃんと。知ってるよ。知ってるよ、乗らねえのことは。あの、カズさんのことは、名前を覚えとったわ。乗らねえと、ともみちゃんはセット。乗らねえと、ともみちゃんはセットだって。怒るわ。ともみちゃん乗られに振られとるからな。歯が17本以上の人たちが好きじゃないか。知ってたわ。めっちゃ面白かったもん。めっちゃ。臭いだから、なんか。ただちゃうよ。何もしてないもん。危険物が待ってる。カズノコちゃんこんばんは。妹が危険物の免許を取ってるんですけど、なんか危険物を放出しました。トモちゃんこんばんは。ひろしちゃんありがとう。カイちゃん今年初来たよ、明けおめ。カイちゃん今年もよろしくお願いします、ありがとう。ミキタさんフォローありがとうございます。消臭兵器、最終兵器、最終兵器。マジだわ、マジでみんなの前で私話せんするからな。本当になんかすごく空気匂うわ。でもさ、未来がさ来たらさ、匂いまでこう行くようになるかもしれない。みんなオフだわ、みんなオフだわ。ほなオンにする人おらんじゃん。トマトちゃんほらありがとう。白虎隊だな、なんなん、42歳かと思って。あ、残念やな、あの87だったわ。ピルクル、絵の若さですねって言ってる。そうな、見た目よりはね、あ、じゃあ年の割には若く見えるよってよく言われる。85には見えるって言われるけど、2歳もサボ読むのは罪だわ。絵の若さですねって言ってくれてありがとう。生まれが一緒なのよって言ってくれてありがとう。ゆらさん、かずのこちゃん明けましておめでとうございます。のりさんいつも元気で私も元気もらいます、ありがとうございます。こちらこそ今年もかずのこちゃんつながっててくださいね。60姉さんこんばんは、いらっしゃい。新規さんもフォローありがとう。ソフトクリームありがとう。でこのタイムラグ結構やなって今思った。86件未着やばみざわ。みんなのコメントが飛ぶかもしれない。ちょっと待ってな、ゆっくりが一つ一つ読むけど、もう100になったらみんな全員飛んでまう。ごめんな、頑張るよ。そう、80スープラム同い年。あ、そうなんや。ここで23時4分だよ。やばい、12分だ。まさちゃんちょっと急ぐわ、ありがとう。 TikTok 見て毎回思うけど、なんでこんなにアンチ多いんだろう。ただの徳森さん、わからん、わからん。私が何が悪いんだろうって思います。れんちゃんフォローお願いしますって言ってくれてありがとう。わさしさんフォローありがとう。かめちゃん初詣どこ行ってきたんって聞いたらダメかな。ありがとう。そう。飛んだ。また飛んだ。そう。それそれ。それそれ。どこや？どこ？どこ見たわ？あった。ともちゃんちなみに今年年男だわって言ってる。そうなんや、あたし、あたし年女ではないなって思った。そう、明日スキー行くかも、だっていいな、楽しんできてください。新規ちゃんインスタフォローありがとう。メンテーラーったことありますか。ありま、メンテーあります。あのこの話はな、また長くなるけどあるんよ。あの後で話すけど、簡単に話すと、あのちょっと失敗した。あの冤罪やったんですけど、うんって言ってしまいました。あの警察の人も違うんじゃないですかって言ってくれてたのに、検察官か、検察官の人がそれ誤認逮捕だと思いますよって言ってくれてたのに、あのもう異議申し立てしなかったせいでメンテになりました。7万円の罰金でした。お疲れ。そう、
こんばんは、ライブは初見です。ウルさんありがとうございます。いつも見てくださってありがとう。あのライブでつながっててくれてありがとう。ここがもしプラスマークだったらフォローで応援が嬉しい。LINE の公式 LINE でつながってくれるともっと嬉しい。お願いします。おやじさーん、おやじさん来た。私おやじさん昨日配信行ったら秒でしまったよ。バンだったんちゃう、おやじさん。いつもの挨拶しておやすさんめっちゃ必死でお仕事しとって、いや返事ないまま、まあ、ライブ終わった。いつものおやすありがとう、かわいいわ、似合うな、帽子ありがとう。そうねむちゃんいいねって言ってくれてありがとう。セブン最高です。のらね、妹さんがすいませんって言っててびっくりした、うん、謝れるようになったんで大人になった、妹がすいませんって言ってる。丸くなってきたよなだけどな、あのな、おならしても黙っとるで、はあ、マナティが僕明日スキー行ってくるって言っとる。あ、いいじゃん、気をつけて。ミキダちゃんライブ初見です。私も FD 乗っててよくおすすめ出て見てました。ぜひつながっててください。なんか FD 乗りみんなでなんかつながりませんかって思っていますよ。よかったら仲良くしてください。そう、リバティさんこんばんは、いらっしゃい。いつも元気もらえてありがとうって言ってくれてありがとう。こちらこそ R9000 さんって呼んだらいいんかな。こちらこそです。ぜひとも今年はキュッと仲良くなりたいと思ってますので、あのキュッと仲良くなりましょう。皆様にお会いしたいと思っています。その案内とかも、あのなんて言うんだろうな、いつもライブ配信でその場でパッて言ってしまってて、そこに来てない人とかが知れなかったんです。だからちゃんとみんなに等しくギュッと仲良くなってくださる人をこう結成したいなと思って、 LINE 公式 LINE を作りました。そこに案内を送りますんで、公式 LINE でつながりましょう。ぜひよろしくお願いします。最終兵器飛んだって言ってる。飛んだ飛んだ、もう竹島ちゃんおいで、すごいよって言っとくわそう、たくみさん愛してる、ありがとう。うるちゃん BRZ 全機乗ってますよって、かっこいいなって言っとこう。ゆいぞうさんこんばんは、はじめまして。何本当は、あ、そうなんや。ほかほかカーペットが切れていました、のらねそう、たくみさん元気もらえますって言ってくれてありがとう。こちらこそです、元気いただいております。なんかタイヤ交換は2時間かかって事件が勃発しましたけど、楽しかったですよ、みんなのおかげ、ありがとう。本田ちゃん LX7 かっこいいもんね、任してって言っとくわ、ありがとう。タモちゃんバラありがとうございます。ミスタービーガンさん FD の維持費を教えてください。なんか年間100万って言っといたらいいよってよく言われるけど、そうだなって思いました。なんかそれぐらい覚悟しといたがいいと思います。達也さん今年もよろしくお願いします。こちらこそです、ぜひとも今年はもっとキュッと仲良くなれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ゆいぞうさん8歳息子がセブンかっこいいと動画見させていただいてます、ありがとう。なんか私が映ると邪魔かな、息子さんによろしく。よかった。FD が一番かっこいいです。間違いない。もう世界一やと思ってます。あの、FC と FD はだいぶ違うと思ってます。FC をディスるわけじゃないけど、FD しか勝たんって思っています。ありがとう。リバティさんこんばんは。いらっしゃい。今日もありがとう。シュートちゃん、タイヤ交換の動画何回も見てます。ホイールナットレンチじゃ大変じゃないですか。ホイールナットレンチじゃ大変じゃないですか。うん。十字レンチだけで、あの開けようとしてたのがあいつの新兵器を今年は導入したって感じな。インパクトを使ったらいいよっていう意見があるけど、インパクトは整備士さんにお前のその技術の低さではあの壊す可能性があるから、セブンもね、だから手締めであの勉強しなさいって言ってもらってるんでね、自分の手の感覚を今鍛えてるとこなんですよ。でも今年の新兵器のあいつは絵が伸びるっていうことを後で知った。だから伸びてやったらできたけど、なんか左利きで押す感じになるんやなっていうことを知った。だから右手で引き上げるも知った。でも先っぽが取れるのは知らんかった。マジでびっくりした。あんなの先っぽで取れて、先っぽどうやって変えるのって思った。ありがとう。でもちょっとずつ練習してますんで、よかったら見ててください。達也さん LINE 友達追加しました、ありがとう。達也さんにお願いしたいと思ってたよ、ありがとう。 SRN サザシさん、スザアサヒさん、2023年に RX9 出るですよわー、だってほらありがとう。9出るんやな、ケイちゃん。なんかスイカ来たー、かわいい、ありがとう。そう、そっか、だけどさ、9出ても多分セブンが好きだと思います。俺でもいいよって言ってるてーちゃん、ありがとう。今年もお世話になります。マナティ免許取ったら
ZZX100M2 乗りたい、あと6年後だけどって言ってる。6年なんてさ、車検3回じゃん、すぐやで。そんなみんなにとってはすんごいさ、さっき小学校1年生が中学校1年生ぐらいに思ってるやろ。全然だよ、もうすぐだわ、あっという間よ。だから勉強しなって言うとくね。そう、ドラちゃん初見です、いらっしゃい、はじめまして、車が好きです、よかったら仲良くしてください。ヒロー53、挨拶だけでこんばんは。こんばんは、このこんばんはは、このタイムラグに伝わっているのでしょうか。ごめんな、返事遅かったね。でも挨拶ありがとう。ともちゃん、わし、ツシタの5エジ S の2度は乗ってるわ。そうなんや。ツシタって言ってることは2度はってことだろうね。なるほど。5AGS っていう車は何の車やろかって聞いときます。ロブロックスの名前さん、こんにちは、いらっしゃい。いつか日本一周したい、私もよ。あと3つ、カズノコちゃん、でも今年もあちこち行かせてもらいますんで、よかったらよろしくお願いします。マナティ、福島県来て任しとけって言っとくね。リバティさん、こんばんは、何回も言ってくれて返事が遅いから心配やな、ありがとう。ジョカさん、やってるよ、ありがとう。ラーちゃん、昔知り合いが乗ってた FD が隣に走りに行ったら燃費が 0.8 って言ってて、絶対に維持できないと思った。それはな、社長やわって思うんやけど、それ社長や、もう社長がそれだわ、ほんとそれ。でも私はその 0.8 ではないけど、でもリター3でも結構きつかったですよ。さあ、ロブロックスさん、お父さんセブン乗ってたんですけど盗まれました。事件、本当に本当に嫌なニュースだわ、最悪。そう、お墓、古墳になりそうって言ってる。なんかな、多分会社の敷地が広いやろって信じてます。信じてます、大地さんを。そう、ゲームパッドありがとう。セブンリッター何キロ走る？78ですね。そう、高速だとまあまあ伸びるけど8ちょいかなって感じです。そば坊ちゃん、こんばんは、いらっしゃい。そう、見に来てくれてありがとう、リバティウォークさん。ガヤガヤどうなった？ガヤガヤ、ガヤガヤってなんだろう。うん、治った、ありがとう。沖縄なんですかって言っとる。住んでるとこは非公開です。7位って言っとる。7ですねって言っとる。うん、リッター7くらい、あ、7くらいか。うん、そう、セブンだな。そう、さかなちゃん、みんないいね、10件ありがとうございます。まさちゃん、おい、ありがとう。今日もセブンなり、ありがとう。そう、ジョーカーさん、バラありがとうございます。バラ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 、ジョーカーさん。てーちゃん、店の名前が甘辛や、甘辛や、そうや、五平餅だよ。岐阜のは団子みたいだけどね。ほらな、甘辛屋で覚えとったから五平餅忘れたんや。甘辛屋、そうや、甘辛屋、すっきりこいた。てっちゃん、ありがとう。かずのこちゃん、のりさん、何味のラーメン好きですか？もう、豚骨が好きです。もう一蘭が世界一だと思ってます。全国の一蘭食べてます。多分ね、行く先々一蘭食べてます、一人で。新宿歌舞伎町の一覧も行きました。そんな感じ。焼き芋ちゃん、こんばんは、いらっしゃい。本田さん、ね、じゃあそろそろ寝るね、おやすみ。今年の夏よろしくです。だって、わかった、夏何があるの。わかった、ありがとう。カバーちゃん、フォローありがとう。土の子ちゃんも、こんにちは、コメントありがとう。五平餅は小瓶型って言ってる。わかった、そうなんや。美味しいよな、五平餅、めっちゃ美味しい。まさちゃんがセブンなりって言ってくれてありがとう。スタンプいっぱい、サブスクの皆さんは本当にありがとう。今年もよろしくお願いします。ヒ素も毒ガス。ちょっとさ、なんかタイムラグでちょうど来るよね。忘れた頃に。ケイチ、ありがとう。スカンクか、スカンクか。セブンなりって言ってくれてありがとう。乗らねえ、友人は公式に振ってます。歯が足りませんので、しょうがない。歯の本数足りんもん、生えてこないもんな、しょうがない。インプラント、インプラントもな、もうダメなんだって。インプラント卒業したやって、もう。あ、そうです。もう先を行くな。うん、で、そんなのもらった入れ歯は、うんうん、タッパーの中に入っとる。爆発するな。本当やな。最初若そうに見えたって言ってくれてありがとう、れんちゃん。 HYT さん、質問です。テスラのモデルさんはスポーツカーですか？わからん、ちょっとモデルさんが知らんじゃねえ。でもテスラってむっちゃ速いって聞いたからいいと思いますよ。スポーティーな走りを してるって本人が思ったらスポーツカーなんかな。でもテスラってすごい速いって聞いた。
ケイタさんが妹さんおならしたんですか？違ってケイタちゃん松の木とかそんなんどうでもええけどな、どうでもよくなる、7万ぐらいどうでもよくなる、こちら危険物の資格取ったけど危険物放出しまくってんねやんか、そういう感じよ。お強いやけんなガスはな手に負えんお強んだからガスはなんか大変みたいよ、手に負えんだよ、手に負えない。強いわ。ソウスケさん配信者フォローありがとう。一周さぎって言ってるよ、うん、そう、ただのらんちゃんこんばんは、コメントありがとうございます。おー、ともやきちゃん寒いな、元気、あのともやきちゃん今年もよろしくお願いします、ありがとう。そう、ちょっと待って、またなんか大変にタイムラグがえらいことだわ。人間はさけちゃん匂いまで届かないから画面越しに見ててよ。ただらんちゃん名前リースから変えました、のりさんに認知してもらえるように頑張ります。わかった、ただらんちゃんって読むね、ありがとう。たんたんめんちゃん何歳ですか？87です。あの若見えするってよく言われます、ありがとう。竹島ちゃんお餅食べたいね、だって食べたい食べたい、おいしいよ、 お雑煮が好きですね。ふたやんちゃんパーツクリーナーは皮膚を痛めますので、特に女の子はゴム手袋を使って愛嬌をよしよしした方がいいかもです。あんな私さ、あきちゃん爆笑したけどな、シャーシブラックが顔についたよね、こういう形でついたよね、マスクしとった後にね、シャーシブラックが、それがね、あの化粧落としでは落ちないよって言われたから、私パーツクリーナーここに塗った痛かったよって、本当にだけど取れるよね、ありがとう。そう、ともあきちゃんありがとう、いらっしゃい、今年もよろしくね。ひまちゃんコメントありがとう、仲良くしてください。カツさん LINE 登録ありがとうございます、よろしくお願いします。カメちゃん初詣は毎年さ、羽作詞の北大佐よ、あそうなんや、眠たいので寝ます、ありがとうカメちゃん、今年もよろしくね、いっぱい笑おうな、また見て今日の髪型カメちゃん意識してるんだよ、ありがとう。おやすさん来てくれてありがとう。ロッカさんこんばんは、いらっしゃい、今日も妹が隣にいます、ありがとう。そう、おやすさんたくさんありがとうで、おやすさんまだいてくれてるかな。カズさん、カズの子さん、ノリさんワイルドスピードしてたら言うんですが、ワイルドスピードの最終が5月に発売されるらしいですよ、ブライアン CG 出てこないけど、あそうなんや、私の1と2と3は見たん、バラ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 、あんたさんありがとうございます。そう、京都行ってきた、だってアリサさん、素敵、どこに行きましたか、フォローありがとう。トモちゃんわし50万の罰金払ったし、だってえどういうメンテって思った。おやさん毎回バンな、これから除雪作業です、わかった、またやってたら行くわ。おやさん頑張ってや、寒いけど応援してます。トモアキちゃん寒いな、アキちゃんいらっしゃい、アキちゃん来た、うん、アキちゃん妹覚えてたよ、なんかずっと入院してた人の名前忘れてたけど知ってる。ね、待って、何かないのねって言ってた、うん、妹様は謝れるまで進化した。そう、人間進化した、進化した、初見です。あいさちゃんありがとう、京都どこ行きましたか、配信楽しんでね、おやすありがとう、もういないかもやけどありがとう。セブン安全に守り続けてください、応援してます、窃盗などにお気をつけてください、セブン大好きです、さてこちらこそです、リバイティヨークさんの応援が嬉しいです、ありがとう。エビカズさん去年免許更新の後違反からあと10年足らずでゴールド免許にならず、10日足らずで、あ去年免許更新最後の違反からあと10日足らずでゴールド免許ならず、もったいない、ヤバミザワ通りさんかな、セブンかっこいいよねって言ってくれてありがとう、私も大好きです、テノンちゃんバラ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 、テノンちゃんありがとう。カラバッチョさん FD かっこいいって言ってくれてありがとう、本当最高やと思ってます。ともちゃんおやすみ、カラバッチョさんフォローありがとうございます。ユーザーさん初見です、いらっしゃいませ、ありがとうございます。そう、エアタグいいですね、だってエアタグめっちゃいいと思います、私個人的に本当になんか便利ですよ。そう、めっちゃ批判されましたけど、いやそんな批判されまくるものがこんなに流通してんのって思います、逆に。そう、便利ですよ。 MS さんさん、イニシャル D やってて一番 FD かっこいいです、本当、あゲームしてるんやな、ありがとう。そう、もやしいためさんこんばんは、マジでのりさんの FD かっこよすぎて死にそうです、死んだらダメやけど応援してください、今年もよろしくお願いします。ゆうちゃんフォローありがとう、てのんちゃんお守りいつもありがとう、まきちゃん
通りすがりのあきちゃんです。酔っ払ってるのでおやすみなさい。なんじゃそりゃ。酔っ払い通りすがったわ。ありがとう。林さん、フォローありがとうございます。嬉しい。車をたくさん、あって言ってくれて、ありがとう。セブン乗ってる人やだって。ありがとう、ありがとう。よかったら仲良くしてください。ゆうたちゃん、こんばんは、初見です。僕も車大好きですよって。私も好きです。ガンベルパー、ありがとう、てのんちゃん。何だったっけ、なんか言ってたのに、何だったかな、グラスターゾルパワーだったの、グラスターゾルだったかな、なんかやってたな。さあ、りょうちゃんさん、フォローありがとうございます。ゆうたちゃん、今年もよろしくっていうか、これからよろしくって言ったかね。違法改造車はどう思いますか、だって、自己責任かなって思います。そう、って思います。なんかな、なんか陸運局が厳しくなってて、や、違法改造車通報できるようになってるね。だから違法改造してる人 SNS でナンバー出さない方がいいと思うよ。マジで陸運局に通報されるわって思いました。シュートちゃん、いつかわからないけどスナップオンのラチェットをプレゼントしたいなと思います。これで楽しみましょう。だってすごい、やったって言っとこ、ありがとう。楽しみにしときますって言っとこ。スナップオンのラチェットって何やろなって思いました。そう、お肉の妖精さん、ほら、ありがとう。お母さん、呆れてる。普及者、あまり良くないですかねって言ってる。うん、不具合とか、盗難、窃盗に巻き込まれるなら、FD かサンゴに乗りたいと思ってます。巻き込まれないと思って FD に乗ろうって言っときます。はるなちゃん、こんばんは、いらっしゃい。ガヤガヤ、セブンのガチャガチャのことかな。あ、ガチャガチャどうなりました？ないよー、な、探せてない。パンダー、ケイちゃんありがとう。ない、なんかもう FC しか勝たんでなってしまっとるんさ、ガチャガチャが。なんかオワコンかもしれないですねって、なんか風の噂を聞いて焦ってます。そう、FD のガチャがない。どこでドリフト学べますか？サーキットにね、イベントがしとるじゃね。そういうのを調べたら、初心者の人が体験みたいなのがあるかもしれないわ。とかサーキットでドリフトをやってる人とつながるべきやと思うよね。その話な、団長さんさ、あのさ、タカさんに聞いたらいいかもしれない。ロックさんとかタカさんに聞いた方がいいかもしれない。もしかしたら何か知ってるかもしれないよ。私全然しょぼくてごめん。だけど、あのロックさんとタカさんに、ノリさんにさ、そうやって言われてきましたって、もう知ってたらいいけど、もしロックさんとタカさんなんか全然知らないんだけど大丈夫かなって思ったら、ノリさんに言われてきましたって言えば大丈夫やから、あの聞けばいいと思う。あの、つながったらいいよ。サーキットで走ってる人とつながるが一番ね、近い道だと思いますよ。さあ、ゆったくロックさんとタカさんをフォローしてください。お肉ちゃんおやすみ、ありがとう。リバティーワークさん、 LINE 登録ありがとう。今年はつながりましょう。どこでドリフト学べますか、だって頑張ってロックさんに聞けって言ったくね。フォローありがとう。はるなさん、フォローありがとう。かずのこちゃん、確かに豚骨ラーメンめっちゃ美味しい。なしさんはもうお前菜食べましたか？お前菜は食べてないな。お雑煮食べました。お雑煮の方が好きです。ゆきちゃん、こんばんは。今年もよろしくね。セブン愛してるのになんでホイール？うん、ちょっと待って、コメントが飛んだわ。なんでホイール蹴るんですか？わからん、なんかタイヤが取れんかったんさ。でもホイール蹴ってないで、タイヤを蹴ったよ。そういう感じです。クメちゃん、フォローありがとう。ゆりちゃん、フォローありがとう。クメちゃん、明けましておめでとうございます。これからもこちらこそよろしくお願いします。ありがとう。そう、ふたやんさん、五平餅は愛知の稲部のがくるみがいっぱい使われて美味しいですよ。そうなんや、へー、食べてみよう。今年はそれをやるわ。ふたやんさ、また私愛知行くかもって言った時それ言ってほしいよ。また言ってって言っとこう。ふたやん、その五平餅係になろう。今年はよろみ、ありがとう。はるなちゃん、結局 GTR34 を売りました。あら、半年ほど悩んでアドバイスとかもらってありがとうございました。わかったよ、またご縁があると思います。その次の車がまた愛車になると思いますんで楽しんでください。ゆたちゃん、ほらありがとう。そう、まだね、妹さん大丈夫です。今参考書で確認したよ。危険物に期待はありません。正解。野良姉がマジで勉強したんやけど。合格、合格出ました。どこから目線だそれ。野良姉合格って今言ってるけど、そう、合格らしいで。よ、だから危険物放出するんこちらから。そういう感じなんや。3月ぐらい。
管轄外。期待は管轄外やからな。大津四から言わせてもらったら。怖いわ。おつよんでよかったね。はるなちゃん、今ブームとかのやつ綺麗で28万円。意外と小さいし乗りやすいです。いいと思います。すごく楽ですよ、きっとね。そう、それがまた相棒になると思います。風間オートテンがいいよって言ってくれてありがとう、ゆうらしちゃん。ブレードちゃん、金河新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。コメントも本当にありがとうございます。ナンジョさん、パンダありがとう。テノンちゃんも2023ありがとう。ゆらしちゃんまた公開するよって本当か、楽しみしとくね。そう、愛を持ってキックやでって言っとる、ロクさんが。タイホイールちゃん、うん、うん。愛を持って危険物な、うん、愛を持ってキックやって、分かったよ。パズの子ちゃん、明日は、私は明日朝の5時ぐらいから兵庫県行かないといけないと思ってますね。山美さんは早寝て、おやすみ、ありがとう。おやすみカズの子ちゃん、気をつけて行ってきてください。バラ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 、てっちゃん、いつもバラありがとう。そう、ジアーケードかなって言ってる、そうなんや。じゃ、間違った、ジアーケードかなって言ってる、そうなんや。何がって言うとこ、さやかさん、ほらありがとうございます。そう、車好きになったきっかけゲームなんですよね。あ、そうなんや。私もマリオカート好きやでって言っとくよ。さくちゃん、ツイッターインスタフォローしたよ、ありがとう。チャンネル登録もよろみ。そう、 YouTube って言っとこ、あとインあと LINE の公式 LINE もよろみって言っとこ。人間サケちゃん、パカメのリトラが好きで180乗ってました。いい玉があれば FD 買ってたかも。だって、そうなんですね。でもリトラクタブル可愛いなって思いました。ケイちゃん、パンダありがとう。テノちゃんもジジありがとう。アキちゃん、あ、酔っ払ってるけど這いつくばって起き上がった。妹様、あけ今挨拶せなあかんと思ったんやない。やばい、と思ったアキちゃん知らんかったからさ、やばいやばい、這いつくばって起き上がった。もう寝てるで多分。もう無理、もう言うたで、ね、もう無理よ、這いつくばよろ。命に関わるからな。長いこと入院しとったらやっとシャバに出とるからさ。そう、感動やわ。せっかくさ元気かと思ったら酔うてた、酔うてた。よかった、あ、おめでとう、あるねって言ってる、だいぶ言っとるわ。そう、よかったな、あきちゃん、命拾い。ハルキングさん、こんばんは、いらっしゃい。だいぶコメント追いついてきたね。セブンかっこいいですって言ってくれてありがとう。リツカの旦那さんかな、ありがとう。エビカズさん、あ、今日は日曜日に滋賀県 RX8 タイプ S マニュアル6速見に行った。程度良ければフロントガラス修理せず乗り換えも考え中。あ、なんか一生懸命。やばい。いいよ。いいけど。ああ、でもあり得るかもな。そうだね。てか、ご縁よな、カズさん。ご縁ご縁と思います。ヒロリン、明けおめ、来てくれてありがとう。今年もよろしくお願いします。ヒロリン、ヒロリンはベルトのお客さん。あ、横にさ、妹おるん、ヒロリン。ほんで、実家から妹と配信ってことです。そう。カズさん、こんばんは。今年もよろしく。スナパオのラチェットレンチだね。スナポンがメーカー、ラチェットはソケットレンチだよ。ノリちゃん、の生かす工具箱に入ってるやつだよ。あー、そういうことか。わかった。待ってるよって言っとこう。ありがとう。ロックですって言っとるメリダちゃん。違うよ、メリダちゃんやんって言っとこう。ありがとう。カズさん、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。ぜひとも。ぜひとも今年はもっと皆様とギュッと仲良くなりたいと思ってますんで、よろしくお願いします。シュタちゃん、スナポンは海外の工具メーカーで自分でも持ってますが、3月8日ラチェットが2万ぐらいします。そうなんや。そう、3月8日ラチェットっていうのはどういう感じなんやろうな。これ8分の3じゃないですか、ね、あ、8分の3っていうの、8分の3ラチェット。そうなんや、2万ぐらいするんや。私ラチェットの値段も知らないんですよね。普通のラチェットっていくらするんでしょうね。私のイケてる工具の値段も私自分で知らないんですよ。自分で買ったけど、ありがとう。ふたやん、はいって言ってくれてありがとう。 13B のセブンですかって言ってる、ハートちゃんが。多分ね、多分やん。ならね、おつよんの合格もらいました。去年の夏には、あ、すごい、運行管理者試験合格しました。以上、報告終わりましたって。すごい？イエーイ！一緒？一緒。一緒！おつよ受かったし、期待がないからよかったね。今年はさらに受けるよ。今年何受ける？今年は、衛生管理責任者。今年は衛生管理責任者受けるんと、のらね、妹様は、なんでそれ使うん？
うん、一種の保育、責任者、もっと管理したるみんなをもっとみんなを管理してあげるのはどの立ち位置そう、 FD の新潟が同い年って言ってくれて、ゆうらちゃんありがとう。そうセブンみたいでしたって、サッカーちゃんありがとう。またあの今実家なんで、また戻ったらお見せしますね。あのライブ配信でお伝えしますから、フォローしてつながっといてください。のりちゃんコメント追いついてきたね。うん、だいぶ追いついてきたで、ありがとう。のりさんに散々脳みそポンされてますけどね、だってあきちゃんに、いやいや気のせいやろって言っといたろ、めっちゃ上から、ありがとう。今年もあきちゃんよろしくね。けいちゃん、イニシャル D のアーケードゲームやってるけど難しいんやって。アーケードゲームって何？ゲーセンってこと？すごい、けいちゃん何でもやっとんな。ならね、妹さん今足を改造中でしょ、お風呂には入れるんって言っとるよ。足はあれだったよな、バレリーナみたいに足上げて入るこれで入っとる。なんかミディル袋を 足にしてゴワゴムして、なんていうの、そう、それで足上げて入んじゃん。それで足上げて入っとんやって。そのビニール袋はさ、なぜかさ、うちのお母様がさ、うん、再利用させられるっていう干されとあんた毎日返させてくれへん。ビニール袋は再利用してる、なぜか孫ゴムも再利用だろ、再利用あ、お風呂なんとかなんとか入ってるって感じ。もうずっとやね、しばらく入れんと思います。そう、 FD のヘッドライトも変えてる。だってそうですね、ナイトスポーツのに変えられてました、出会った時からね。オカボーンいらっしゃい、バラ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 、オカボーン LINE 登録してよって言ったくね。そう、イニシャル DG アーケード初音ミクコラボって言ってる、ゆらしちゃんありがとう。ヤージさんほらありがとう。ヒラリンはじめまして、お姉さんにお世話になってます。ほらな、これよ。お世話になってない、ちゃちゃちゃ、それは妹が姉がお世話になってますって言わない、うちの妹ごめんな、ヒロリン、うちの妹たちすごい最強すぎてさ、そういうのないの、ごめんよだいぶこっちがしっかりしてるというか、なんというか、あのおならはするっていう感じコウヘイちゃんセブン乗りだって言ってくれてありがとう。さあどこ行った、あった、まさちゃんありがとう。あおそうちゃんこんばんは、明けましておめでとうございます。こちらこそ今年もよろしくお願いします。今年はお会いできたらいいな、だって本当にそう、あおそうちゃんはペルトのお客さん、あおそうちゃん今年は会いましょうって思ってます。ぜひとも会いたいですって言っときます。そう、おにぎりちゃん、タイヤ交換もすごい頻度でやられてて、費用すごくかからないのかなと思うんですが、何の仕事をされてるんでしょうか。あ、違うよ、あの毎日やってるわけじゃないよ、1日を2時間ぐらいでやったのを小分けに毎日投稿っていうか何回も投稿してるだけですよ。そう、あのお仕事はね、あの自営業してますよ、あの物販で雑貨屋さんもやってます。よかったらそっちのアカウントもここのトップページに行っていただきまして、リンクのところにある TikTok のアカウントが3つありますから、全部フォローしてくださいってお願いしときます。おにぎりちゃんありがとう。のらね、衛生管理者は超難しい。そうなんや、うん、難しい。参考書を読んでみたけどちんぷんかんぷんやったよって言っとるよ。そうそう、いつもさブラック企業にばっかり勤めとったからさ、常識がないやん、うん、だけどなんか、え、そうなんがいっぱいブラック企業すぎた今までが。トッチのりね、妹ちゃんこんばんは、だってトッチこんばんは、こんばんは。なんでそんなにトッチには優しいおかぽんばらありがとう。お疲れ、公式 LINE って言ってる。そうなん、このさトップページ、おかぽん、このトップページのさリンクのとこあるじゃん、そこ押してさ、あのリンクのページを開いてもらってね、おかぽん。私反転してないな。それ一番下のね、ここはね公式 LINE が追加できるようになってるんで、ここは追加してください。お友達グループチャットに入るわけじゃなくて、私とおかぽんがつながるってこと。ここにね皆様にいろんな案内をさせてもらおうと思ってるんで、ここにつながって今年は皆様に等しくあの連絡をしたいと思っています。キュッと仲良くなりたいです。よかったらおかぽんもだし、みんなもよろしくお願いします。まるしちゃんこんばんは、いらっしゃい。ハルトちゃんもいらっしゃい、こんにちは。エコちゃん、おねむです。一足お先に寝ます。よう動いた。よう岡山まで行きました。あの、楽しかったと思います、エコちゃん。よかったな。おやすみなさい。ありがとう。ゆらしちゃん、YouTube イニシャル D、あ、けどご覧ください。わかりました。ゆらしちゃん、相変わらずやろ。ありがとう。そう、エビカズさん、年末に S130Z300万で譲ってもいいよという人がいましたが、維持大変そうだから断った。ガラス割れる分分かっていたら断らなかったかも。本当やな、ガラス割れたんがさ事件やったな、カズさんね。
SE130Z っていうのがあるんやな。のりさん、妹様、おやすみなさいませ。エコちゃん、休み。おやすみ。よく見たらアンフィニだったんですね。だって、そうです。私は新潟のセブンですよ。シュートちゃん、公式 LINE 追加ありがとう。今年もよろしくお願いします。そう、ゆらさん、S30Z、西部警察のスーパー Z のモデルが、あ、んスーパー Z? あきちゃんのプラモデルの話かな。鉄仮面ってやつか。そういうことか。え、カズさん、鉄仮面乗るんすごくない？サクさん、YouTube 登録してありがとう。チャンネル登録嬉しいです。1万7000人になりました。ありがとう。ハルトさん、実は今日86に変えました。でも、アルファードと過ごした7年間は忘れません。いいと思います。また86が、相者になると思います。ハルトさん。そうなんや。この赤いのがそうなんやな。素敵です。よかった。オカポン、なるほど、勝手に追加しとけばいいのね。勝手に追加しといて、オカポンとはつながっときたいです。やろみーって言うとこ、今年もよろしくお願いします。そう、鉄仮面はスカイラインって言ってる。あっ、西部警察って鉄仮面じゃなかったんかいな。それが逆に知らんわ、私が。そうそうなんや。スカイライン RS トミカスーパーシルエッターボトミカターボシって言ってくれてありがとう、ユーラスちゃん。そう、相変わらずやろ。変わらん、めっちゃ面白い。ユラちゃん好きよ。ロックさん、パワーウィンドウ動くようになりました。サランラップいらない。いらんこと言うな。ロックさんな、パワーウィンドウ上がらなくなっとったんやんか。大事件。ほんだらな、今日一生懸命ライブで配信で直してたん、うん、そしたらスイッチ買ったらな、直ったんやけどな、うん、スイッチ買ってつけたらな、うん、こっちがな、なんか運転席側の動かしたら助手席が動くんだって、うんうん、すごい。ほんで助手席側のスイッチしたら運転席が動くんやって。すごいです。ある意味スイッチやん。スイッチしたそうだがな、なんかな、逆さまにさしたかなと思って差し替えたら動かんのと。だからどういうことかって言ったら、海外向けのセブンの、うん、左ハンドル用のパーツだったんだっていうミラクル起きたんで、ガーンと思うやろ。でもロックさんは、うん、え、俺海外製やんってなった。素敵やん。その発想素敵やん。そう、ときめいてるんだからな。ロックさんは一生反対なん。いいやん、いいやん、ほんなん考えようやもん。そうそうそう、素敵よ、本当にね。そうそうそうって言ってる。ふーたやん、ガチャガチャに日本酒のフィギュアがあったよ。なぜか対象年齢二十歳以上になって。なあ、それ陽明酒なかったんっていうとこ。南條さん、お、西部警察は鉄仮面やよって言ってる。ほらな、ちょっと勉強した。知っとる、西部警察って。知らんよな。うん、もうメガネがすごいことだけ知っと、グラさんが。え、それは危ないデカじゃない？うん、危ないデカ。西部警察あれやろ、ゆうだろ。西部警察しとる？ゆうじろ。石原ゆうじろ。あ、ワイングラスこれやんか。ブランデグラスか。あ、そうなんや、うん。でもそれって見とった？全然やん。そんな夏メロかなんかで見とるやつやろ、うん。なんかそういうとこしか知らんじゃん。笑い芸人なんや。え、これなんかこれ氷のやつ。そうや。あ、そうなんや。渡辺徹もあれにデビューしたんだよな。うん、そろ知っとる？見とった？うん、うちやっぱお母さんが見てたわ。あ、そうなんや。ボス。へー、日産フェアレディ Z だよ。 S30Z フル Z。 あっ、丸いライダーの、え、めっちゃいいやん、カズさん。それでも本当やな、維持費大変そうやな。でも可愛い。なんかでもあれはちょっとメインカーというよりはセカンドカーで持つ感じかなと思いました。セブンのなんか青空もだいぶやけどさ、 SZ のそのさ、青空より一層なんか違うな、ガレージいるなって思いました。そう、そういうことか、分かったわ、カズさん。西部警察スカイライン RS1R って言ってくれてありがとう、ゆらしちゃん。アバッキオさん、何を結局にセブン好きになったんですか。なんだろうな、なんかさ、スポーツカーがなんかかっこいいなと思っていろいろ見てたけど、車の車種の見分け方がよくわからなかったんですよね。なんでか、なんかカーセンサーとかそういう感じの雑誌を買って、買うわけじゃないけど、そのめくって
なんかかっこいいなと思う車を自分で見て、これでそれをずっと見てて、その R32 とか33とかをだんだん目の形っていうか、そのライトの形で見分けるって勉強した。そしたらセブンがかっこいいなってその時に思って、 FD しか知らなくて FC は知らんかった。そう、そういう感じで FD を好きになりました。形から入りました。今日体調悪くてバイト1時間だけやって早退しました。ゆうきちゃん具合悪いんか、大事にしてね、ありがとう。さあ、スーパー Z 西部警察大門軍団のパトカーって言ってくれてありがとう、ゆうらすちゃん。相変わらずで素敵やろ。うん、サクちゃん、サク30は Z だよって言ってる。そうなんや、それがちょっと分かっとらんじゃんね。シュータちゃん、ラチェットが用意できたら連絡しますが、どちらにご連絡した方がいいですか。ありがとう。じゃあ公式 LINE にお願いしますって言っとくね、ありがとう。タカさん、こんばんは、明けましておめでとうございます。オレンジ色のさ、あのドリフトの時に一緒に走ってくれてた人、ロックさんの友達、タカさん。ああ、動画で、うん、へえ、めちゃかっこいい。走なんてこうやってしよったよな。めちゃドリフトめちゃくちゃうまい人、うん、さあ、タカさん、妹がおります。明けましておめでとうございます。アキちゃん、陽明酒のネタは俺からやんねって言っとる。そうやで、あなたが酒足らんからって言って、そんなんラッパ飲みするから次の日戻したんやろ。そう、もったいねって言っとこ。市原裕次郎プロダクションって言ってくれて、ゆらしちゃんありがとう。南條さん、なかったんか、ゆうよ名手クソ。たかちゃん、こんばんは、隣はもしや妹様ですか。そうそう。こんばんは、たかちゃん。たかちゃん妹様おるよ。そう、危ないデカはレパードやよって言ってる。レパードって何。あ、危ないデカはレパードだよって、オカポンとさくちゃん同じこと書いとんやけど、一文字一句すごいな、二人。サクちゃんとオカポン結婚したよぐらい同じこと言ったの、一文字一句。そうなんや、レパードっていう車があるんや。今日はダイソン母もいてるのってノラネが言っとるよ。ダイソン母おる、ここにおる。ダイソンお母さん。ノラネがダイソンお母さん覚えとる。去年。ムカデ吸い込んだじゃん。西部警察サングラスは渡り哲也だよ、きっと。だって渡辺健じゃないじゃん。渡り哲也って。ああ、そうやわ。ヤバミザワ、やっぱりうちらの情報はダメだ。石原裕次郎じゃなかった。じゃあ、石原裕次郎もそうだよ。もうでも何？グラさんは渡り哲也。あ、そうなんや。うちらの情報。石原裕次郎もグラさんの時。あ、本当？あの時代はグラさんだよ。トンボのグラさんで。あ、そうなんや。渡り哲也さん41歳のスカイライン RS って言ってくれてありがとう、ゆらしちゃん。へめちゃん、あけおめいらっしゃい。そう、アバキョちゃん、なるほどです。僕もイニシャル D でセブン好きになりました。いいと思います。あ、遅くなりました。のりちゃん、お母さん、うん、こんばんはって言っとるよ。こんばんは、こんばんはって言っとる。お母さんおるよ、ここに。そう、ふたやん、セブン乗りながらボディのことよりエンジンのことを気を使うと長く乗りますよ。もちろんです。エンジンは新しく乗せ替えましたから、ボディは一番最後に後回しにしていますよ。洗車はするけどね。でも今年やっと、もしかしたらボディに手がかけれるかもしれません。エビカーズさん、現存の S30Z 台数少なくなってるから300万なら安い方だったからな。だってそうだね。けど維持するんがセブンより大変そうな気がするなって思いました。ゆきちゃん、今日ベルファイアナビ動かなくなって新しくしたいって。なんかゆきちゃん、なんかいろいろ大変やな、多いねって言っとこう。ピピピちゃん、また来てくれてありがとう。あきちゃん、ああ、酔っ払ってないな。アセットの西部警察50周年記念やったかな、スカイライン RS もうちょっとで完成やけど、リアガラスがクレームや。あら、あきちゃんな、2年かけてな、うん、ディアゴスティーニみたいになんか毎月部品が送られてくる、こんな、すごい作んじゃるってこと、が2年かけてもうすぐ完成なんて。でも、でも中国がなんかロックダウンとかするから、それで部品が遅れたりとかしとって、すごっ、2年かけて20万、すごっ。あれ結構本格的やね。気長くない？2年もよう組み立てるよね。そうなんです、それができんのよ。ほな完成形20万で、そう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 、そっちやな、送ってになるよな。あきちゃん気長いから、ね、すごいわそれ、すごいクレームなんや。ヤバミザはトールさん、こんばんは、明けましておめでとうございます。いつも拝見させてもらってます。これからも応援してますので頑張ってください。だってありがとう、今年もよろしくお願いします。23レパードって言ってるのは全然覚えられんね。なんかその車の名前が全然覚えられんと思いましたね。そうなんや、そう、おアルパインにしてブチ切れてスピーカーいいやつ入れた。そうなんや、
なんか散々やな、ゆうきちゃん。YouTube の大きいワンちゃんは？うん。あ、あれは森玉さんです。そう。なおみちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。今日はまた妹おるよ。って言っとくね。タイヤ4本取れました。だって書いてたん。そうなん。なんかさ、1、2、3。1個目がな取れんかったんですよ。だからこれ4回やるのと思ったけど、3、2、3、4はすぐ取れました。1個目だけがダメやったですわ。ありがとう。カズさん、前に投稿したけど、テッカメンスカイラインターボシー赤黒ツートン乗っていたようだって。そうなんや。すごいな。言っとったな、でもカズさんね。シュートちゃん、また見に来てきましたって。ありがとう。カズ、これからもよろしくお願いします。乗らね。じゃあ、わかった。シュートちゃん、アイコン変わったから私違う気がするんかなって思ったよ。そういうことやな。今日はエアコンとホットカーペットのチェックはお母さんかなって言ってる。いやな、ちゅうちゃん、ホットカーペットは長時間つけすぎて自動で切れてました。それをお母さんがつけてくれました。ありがとう。そういう感じ。そう。たかちゃんバラありがとうございます。ゆきちゃん、アルパインのプレミアムウーハーのハイレゾ付きのスピーカーにしててすごいやん。って思った。そう。よっしゃ、だいぶ追いついてきた。危ないデカ、レパード F31 アルティマって言ってくれて、ユーラシちゃん、ありがとう。サクちゃん、朝のスカイラインはケンメリだよって言ってる。愛のスカイラインはケンメリだよって言ってる。知っとん。ケンメリ。で、お母さんが知ってるわ。すげえ。トールちゃん、ほら、ありがとう。トヨタ、ソワラと、日産、レパード、ほぼ、同時期の車だよ。多分ね、って言ったら、そうなんや。ソワラと、レパード、レパードがよく知らんじゃんね。ここだよ、これ。あんまり分けようからな、うん、でも見たことある。あ、そうなんや、すごいや。あきちゃん20万すごい気長いって言ってる。そうやろ、ロックさん。私だったら20万払って出来上がったやつ一気に欲しいよね。あきちゃん気長いんやって。コツコツよ、気長いわ。でもなんか整備士さんってそういうとこいるよね。私無理よ、もうそんなこと2年もできないっていうか、ガチャガチャの FC 組み立てるのもできない。やったけどもういいわって思った。ごめんなさい。そう、セブンは盗難されなすんで気をつけてくださいって言ってくれて、ありがとう。ビビビちゃん気をつけるね。僕もロータリーエンジン好きですって言ってくれて、ありがとう。ふたぎゃん CM だよ。ポールニューマンって言ってくれて、ユーラシちゃん、ありがとう。サリが甘い。妹様って言ってるよ、ナオミちゃんが。ナオミちゃん、うん、ナオミちゃんはペルトのお客さん。へぇ、まあ、旦那さんの実家から昨日イヤホンで。あ、イヤホン、イヤホン。そう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 。感動。ゆきちゃんめっちゃ振動すごかった、めっちゃ最高だよって。よかったじゃんって思った。そう、仕事何してますか？自営業です。そう、小さなことからコツコツとって言うやんって言ったら、あきちゃん聞きながらセブンの車検をしてくれた人。すごい感動。すごいな、感動。無理だわ。そう、のりね、あきちゃんとは、あきちゃんは酒があればいつまでも待つと思う。あ、そうだよな、酒が切れたら終わるだなって言ったか。カズさん、レパード確かソワラ販売の翌年に2代目レパードが販売だったと思うって言ってる。すごい詳しい。生ライブに行ってるみたいになったよ。イコライザー変えてないけど。だって、そうなんや、ゆうきちゃん、よかったな。俺もミッションバラすの諦めかけてるもん。難しい。だって、いやいや、あそこまでバラしたらもう俺が教えてやれることはないって言うことは、うん、めっちゃ上から言うたった。俺に教えてやれることはもうない。よくできました。なんかあれやな、お前に食わせるためにお前に食わせるためにあれやな、なんかまた臭いんだけど今度はやったな。ならねえ、また危険物を強くした。すごない、一番近いさ、お母様何もも。な、ちょっと妹のお尻の付けでゴロンってなってる。お母さん無事で、私が臭い。皆さん上に行こうか。臭い、もう本当に臭いやけど。あー、しんど。眠たくなったからそろそろ寝ます。おやすみなさい。私もなんかガスでなんかそろそろ寝ます。もう12時やし、終わろう。そう、酒が切れ、臭い酒が切れると手がブルブルするんで、あきちゃん、アル中や。そう、津山ちゃんフォロー、このタイミングでありがとう。そう、まさちゃん、今日はダメだ、なんか毒ガス配信。ガチャガチャセブン送ってちょうだい、塗装してお返しするよ、だって。私、赤と黒なん、ちょ、塗装じゃないや、そちゃん。FD に変えて、返してほしいよ。黒の、っていうとこ。そう、臭
うん、バラ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 、ロックさんありがとう。妹様にはどこかでお会いできるかも、だって。あ、確かに。誰が？そうかもね。いつかね。そう。エビカズさん、初代ソアラ 2.5GT も乗っていたようだって。そうなんや。ソアラが知らないですよ。ゆきちゃん笑ってる。今年は扇風機必須やなって言ってる。ダイソンより扇風機いるわ、土地。もう、大変臭い。サーキュレーターや、サーキュレーター。いや、混ぜても嫌やけど。お母さん爆笑やで。ここ、オーツ4が、もう、毒ガス放出や、最悪。もう、嫌だ、もう。最近のこんだけさ、うん、もう今70人も見てるのにさ、そこでさ、ほうへすな2回も、じゃあ3回か。最近ロータリー積んだバイク見かけたら、8も7も高いから、俺はバイクを選ぶぜ。そうなんや、ムルシちゃん。いいと思います。テロや。え？テロや。それだけさ、それだけよう見えたわ。あとの文字が全然ちっちゃくて見えんけど、それだけ見えた。テロや。臭いって言ってる、タカちゃん。いやいや、まだそこまで進化してないやろ。いや、匂いがするよ、ね、臭い。もう本当に臭い。なんかもうなんかパーツクリーナーとかどうでもいいぐらい臭いわ。いやいや、こっちも困っと。なんかお腹の調子悪いもんな。お腹の調子悪いんだって。ロックさん、お見舞いしてよ。なんかなんでそんなに自分の心配しかしてないの。調子悪いでた。年始から。ああ、しんど。ああ、息ができない。そう。さくちゃん以前、絶版車を販売してましたよ。カーセンサーとかに車の取材提供してましたよって。そうなんや。さくちゃん、お車屋さんなの？ならね、まあまあな感じです。スカシッペをしまく妹さん最高です。まさちゃんが今年は妹様のイメージが危険物にってなってる。いや、まだ来年バージョンアップ。そう。ガスでだんだん黄色になってきた。ガスマスクないとダメだね。ここ実家にせっかく帰ってきたのにそれな。ガスマスク。ゆきちゃん、竹島ちゃんおやすみ。S1 さんどんな車ですか？シルビアですよ。ドリフトしてましたけど、めっちゃいい車やったな。うん。最高やったと思います。綺麗かったな。綺麗かった。コーティングプロショッププログレスさん、こっちまで匂ってきたよ。ごめんな、コーティングしといて。もうコーティングのプロの人も匂ってきたらしい。黄色が。ダイソンで吸ったらええねんって、排気で出てくるやんか。お母さんにダイソンで吸ってもらおう、マジで。お母さん何も思ってないもん。こっちに来たもん、お母さん臭くないじゃん。あきちゃんが妹様の危険物取扱免許ってあるんかな、すごい難しそうやって。いや、無理だわ。こんなんさ、もう長年付き合ってる私も取り扱えませんので、あのあきちゃん気長いからいけるんちゃいますかって言っときます。頑張って資格取ってください。検査員まで頑張れて上り詰めたんでしたら、あの妹の危険物ぐらい頑張って勉強したら取れるんちゃいますか。言っときます。お腹の調子が悪いがヒントです。そう。しろうさん、ファーストフォローありがとう。はあ、お疲れ様です。90分間ライブを配信しました。忘れずに休憩を取りましょうって言ってくれてありがとう。 TikTok ガスマスク送りますか。ええ、もう本当にガスマスク臭い。なおみちゃん、お母さんの漬物食べたなって言ってる。そこか、あそちゃん。すげえ、食べへんのよ、爆発させた。妹はお母さんの漬物食べない、あの爆発させましたんで。事件です。異臭騒ぎで、なんでよさん、ほんとそれやで。もう最悪。関東まで匂ってます。コーティングさんの関東まで行ったわ。ありがとう。今更ながらコーティングさんフォローしといてって言っとこう。おかぽん、お母ちゃんちょっとウクライナ派遣してきてって言った。ほんま強いじゃん、ほんまプーチンバーンやで。ならね、そこの空気をタッパに。売るわ。プレゼント企画しようか。
ここの妹の足を包んでた再利用の袋にここの空気をファッてして、ほんでゴムで止めて、これをあの限定1名の方にお正月プレミアプレゼント企画、あの LINE のLINE の公式 LINE 登録してくれた人から抽選で1名の方に無理やりあの住所を聞き出しまして勝手に送り出すっていう、もう勝手なやつが始まります。気をつけろあかんわ、公式 LINE 登録者減るわもうなすごい悲しいことに公式 LINE 登録してる人1人ブロックしてることがこっちで伝わってる。めっちゃショック。ブロックせんでもそんなうざいことせんからなって言っとくよ。そう、よしみちゃんこんばんは、お疲れ、今た仕事終わったって遅までお疲れ様、よしみちゃんありがとう。れいちゃん今ラーメン食べてる、今年もよろしく。そう、お母さん強しって言ってる、たかさんがそら私と妹のお母さんですからねって言った子、なおちゃんいらっしゃい、こんばんは。妹と一緒に配信してたら妹がおならをしてどうかなります。ピピピちゃんおやすみ。アイルトンセラさんフォローありがとう、すごい人やな、すごい人にフォローされました、ありがとう。なおみちゃん、うちの母が危険物取り扱い持ってます、やるなやるな。ひらりおやすみなさい、またね、ひらりありがとう、ガスに注意って言っとくよ。車の中じゃなくてよかったね、いやいやお家の中でもだいぶだで、ゆきちゃんって言っとくねそう、コーティングしておくと匂いも防ぎます、ボディに優しいです、本当やなコーティングのプロが言ってるわ、ありがとうコーティングさん、あのよかったらセブンも一緒にコーティングしといてください、セブンを守りますって言っときます。ゆらさん、中村直樹先生の S13 シルビア V8 エンジンって言ってくれてありがとう。さくちゃん神奈川にも来てくださいだって、ありがとう、よかったら近くに行った時にはさくちゃんも近くに来てくださいって言ったくね。ステッカーかっこよかったですね、青虎さん明けましておめでとうございます、ステッカー褒めてくれてありがとうございます。なんか画像の処理の仕方が下手くそで、実はねなんかピンクのあざみたいになってしまったんですよ、あれの処理の仕方がわからなくて困ってるんですよね。せっかくデザインしたのにさ、なんか PDF JPEG をPDF に変換かなんかしたら白が透過の違いがなんかピンクと白に変わってしまったみたいで、なんかステッカーに300枚も捨てたのにね、失敗こいたんそうだから、またなんかもし分かったら教えてくださいって言ってきます。あきちゃん、まず漬物の爆破から勉強します。そうやな、だいぶ寝かしたな、漬物の爆破から勉強しますって、あきちゃんがあのさ、まずお母さんから漬物をもらわないといけない、それを食べずにずっと放置しとかないといけない、その間に引っ越しをしないといけないんですよ。新しい引っ越しをした先でゴミ箱にぶっ込んだままベランダになかなか日数置いとくんやな。ベランダではないです、あの旦那様の部屋にいる。旦那さんの最悪旦那さんの部屋にしばらく置いときます。真夏ですね、真夏のエアコンの効いたな暑い2階の部屋に、そしてあの放置します、はい、そしてその間に仕事に行きます。そしたらゴミの日がやってきましたので、旦那さんが一瞬に気づいて、旦那様がこれは何って言って義理母に持って行きます、はい、その中で何だろこの草、もうゴミやわ、開けるわ、ドカーンで、あのお母さんの前でウジ虫だらけのあのバックスケモノがドカーンそれよ、すごいっていう、上手にできてあるわよ置いた瞬間ドカーンそれ伝えられてなんて言ったらいいんってなるような、仕事帰ってきて笑いながら電話してきたやん、そう面白いことあったよそうそう、なかったことにって言ったあきちゃんまだまだ無理やで、これは中古だけマジ防毒ガスク持っているから送るよカズありがとう。んもロックさんがそんなもん送ってきたらマジテロやって、いや2023年は危険物からスタートですロックさん免疫つけようホトラちゃんフォローありがとうございます、嬉しかったです、ありがとう、仲良くしてください。グループライン入って入りたいです、よっしゃぜひ入ってください、みんな等しく二やんもね、あのこちらの私のトップページのリンクを押してください、そしたらリンクのページが開きます、ちょっと時間待っててな、リンクのページが開きます、そしたらね、なんかここのね、遅いな、めっちゃ遅いじゃない、ちょっと待って、
リンクのページを開いてもらったら、これを一番下まで行くと、ここに公式 LINE の追加のボタンがありますから、ここを押してお友達になってください。グループ LINE に入るわけじゃなくて、私とあなたのお付き合いになりますので、皆様、全然知らない人に皆様の LINE が知れることにはなりません。あの、よかったら、連絡網になりますから、グループ LINE 入ってください。ふたわんよろしく、みんなもよろしくって言っとくね。れいちゃん少し明け遅くなったけど、明けおめー、ありがとう。今年もれいちゃんよろしくね、ありがとう。フォトナちゃんフォローありがとう。タッチ、生物の危険物取り扱いはできません。好きでもガスで死にかけます。爆発するよ、虫と一緒にって言っとくな、うん、そのプレゼントは NG ですねってケイちゃん言っとるよ。ケイちゃん本当やな。ゆうきちゃん公式 LINE 追加ありがとう。ただね、寝る前は妹さんのガスの元栓のチェックお願いします。すごい。ならね、もう受かってるからな、危険物。さすが、さすがです。ムルシちゃん、俺自動車科入る予定だから、危険物取扱法なら取れるから、お妹さんの隔離なら任せろ。わかった、任せるわ、ありがとう、勉強して。言っとくな。FD はブーストアップ仕様ですかって言ってる。ノーマルです。なんかノーマルに戻してます、ありがとう。そう、アミユちゃん初見です。セブンとってもかっこいいと思い行きました。僕はフェアレディ Z の S30 が好きです。だって素敵、そうなんですね、セブンも好きです。そう、あの、ぜひともやみゆちゃん仲良くしてください。あきちゃん、なるほど、まずは熟成からですね。熟成からですね、いいですね。いいですね、筋いいって言ってくれてるよ。あきちゃんよかったな、筋はあるやろけど、まあ、爆発成功さすまではなかなかすごいよね、いろんなプロセスが、しかも爆発させた上に、あの、笑いながら私に、あの、うまいこと言ったって電話かけてくるっていう、そこまでがゴールやからな、あきちゃん。まあまあ、ここの問題もあるぞ。って言っとくね。あ、臭い!なんかまだ臭い!まだ臭い!なんか、まだ臭いやけど、なんか、なんでこんな連発して、臭い!臭い!ちょっと待って、ほんまに臭いんやけどな、またしたやろ。すごいな。黙ってするな、臭い、もうすごいな、じゃなくてこっちのセリフだわ。なんか臭い、黄色い。でもさ、めっちゃ心配してほしい、お腹の調子めっちゃ悪いね。臭い。いや、こんなさ、人っておなら出るっていう、わかる、もうお腹の調子が悪い。あ、まつげ長い。あ、つけまです、セリアの。何を放置しとった、あの、お腹の中が腐ってるんだと思うよ。消化液が足りへん。姉ちゃん、妹がさっきからなんか危険物放出して、私最初からずっとこれな。あー、皆さん、いいね、おね、ありがとうございます。20件いきました。ありがとう。妹の、あの、ガスのおかげで、いいねが突き抜けました。ありがとう。なおちゃん、のりさん、プレボがあったら、自家製梅干し送るのに、プレボって何?プレボがわからん。なおちゃん、またよかったら教えてください。嬉しい。エビカズさん、漬物爆発、懐かしい。あの、アキちゃんがな、妹の危険物取り扱い取るから、頑張って応援してな。アミユちゃん、ほら、ありがとう。たちが爆発やめて元栓に蓋閉めるわ。焼き芋食べ過ぎたって言っとるよ。あ、今日は食べてました。今日は食べてません。ゆきちゃんだって窓開けよ。マジだわ、オカボン、マジで。もう臭い。小刻みに。
さて、ニリタフルチュンって言ってくれてありがとう。この感じ。お口が悪いじゃん。危険物イコールなんで危険物イコールおならって。ブンババーンって言ってた。ナミちゃん今日ガチャ見たけど Z のロゴみたいなのあったけどセブンなかった。ほらな、だからセブンがオワコンになってきてるんだんだん。やばい。そう、すかしみほど臭いもん。やなあ、アイルトンセラさん初見です。4目が FD に引かれて先ほどフォローしました。 SW20FD スレス押してます。ありがとう。私もこのお目目が気に入ってるんでずっと買えないって決めてるの。セナちゃんありがとう。のらね、短時間で3回は素晴らしい、よかったな。ブブ4回でした。4回だったみたい。のらね、ごめん4回だわ。おならのリボ払いもうやめて。小刻みはあかんよ、一瞬でやろうとかじゃなく、うっすらずっと臭い。なんかお腹の調子悪いよ。そう、お腹の心配をみんなで、ここの68人でしてくださいって言っとるよ。みんな私の心配じゃなくてお腹の心配。セブンのマフラーからの排ガスも目がやられますが、その部屋大丈夫ですか？違うガスが猛毒そうだから心配。セブンのマフラーの目がやられる方がマシですって言っときます。漬物食べた人のプーは臭い。漬物食べない、わちゃ食べてない、食べずにタッパーや。スカシペの予告欲しい。ほんとそうだよ。それじゃあスカシペの意味がないよね。意味ないよねって何のためよ。あ、そのうち身出るよ。いや、身が出とったら多分こんなに出えへんでやって、多分なんか胃がおかしいもんな。ルさん泣き顔なってるって、もう息止まるのりね。ごめん、妹笑わせたらまたガラス出ちゃうね。ほんとや。あかんや、あの4説目確か漢字のとこオールクリアや。最悪やわこれ。そう、野良姉がスカシペする前はお尻を片方上げるのかな。なんか寝そべってる。もうすでに浮いてるよ。もうなんか寝そべってる。す、なんかグラビアスタイルでおるん、ここに。あの、横にいますって言うけど、寝てるんです、こちらで、この配信中に。宮迫さんの嫁になった。宮迫さんの嫁になったん、ここで。だからもう横に寝そべってる、こたつから一瞬お尻だけプリって出した状態で、そっからドカンですわ、野良姉。何時頃までだって、もう終わりたいけど、おならで延長、自由にプーが出る技術はすごい。触媒つけてクリーンガスにした。めっちゃウケるじゃが。もうな、車検通らんぞ、触媒です。れいちゃん、お兄ちゃんが仰向けに寝てて毛布かぶったら腐った卵みたいなでかいお腹ぶって部屋に。それ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 。なおちゃん、姉妹でいい味出してます。そうなん、ちょっと性格が全然違う。ほら賢いや、こたつの中。ほらな、ほらそうよ、こたつの中でしたらそりゃもうあかんよ、ルール違反やわ。だってお部屋のお外がもっといいんちゃう。そう、はあ、なおちゃんバラありがとう。セブンの排出ガス、妹のおなら決定。こっちの方が排ガス規制かかるぞ。その視線は確信犯ですね。ああ、ゆきちゃんアルパインのアロマイル入れたらいいフレーバーになりそう。ほんとそうだよ。てちゃん、腹の調子悪いなら気をつけてね。調子に乗ってガス出してると水みたいなやつが。汚い。違う、そこまでのレベルではない、まだ。何にもね。でもさ、みんなその警戒あるんだな。あ、あるあるそれ。って今なったやろ、今全員がなったで、多分。あ、わかるわ、そのなんかしっこじゃないもの出てきたねみたいなやつな。わかる。みんなだって寝てるさ、母もそれで笑った。経験想像できたよな、今の全員が。もうさ、お母さんさ、疲れてそこで寝たいのにさ。それで目覚めたい。
水みたいなやつ。てっちゃん。やっぱり。てっちゃん経験豊富やなと思いました。さすがやで。心もほら見てよ、10人減ったや。ああもう本当に直感直感マヘマヘラ。もうあかんぜ、このもうさ今日あかんな、今日あかんわこれ、今日あかんやつやで。職場にも DPR もつけんと車検通らんかもな妹さん。やばいな、今年の印象悪いで。去年の印象良かった。去年の方がまだマジじゃん、もうどっか爆発して爆発して笑ってますみたいな。2023年の私の印象は悪いって。23はやばいな、ほんま臭いや。臭い。あの931のロゴの何かあのまつわるものがありましたら、ね、受け付けますので送ってください。あの送る先はこちらですって言っとくね。はあ、12時20分ヘコ喫煙で伝えて死刑だって逮捕や。ああ涙流れた、笑いすぎて。てっちゃんの水みたいなやつがあって、もうとどめだったわほんまに。はあ、なみちゃん娘はこたつの中、私今は私と同じ布団の中でプー、最悪やん。わかる、かわいいなそんな。今日はトイレで寝るんって言ったら、ヤギちゃんがいやなのまだ生まれないん、全然ガスだけな。はあ、まさちゃん笑ってる、お姉さんスカシペー攻めする、お妹さん最強、いやもうマジでやのね。オラナでリスナー10人減るって。ほらみなや、ウィーク復活したや。すごいや、10人帰ってきた、ありがとう。お母さんごめん、こんな姉妹で。ほんとそうや。お母さんな責任やで、ほんま。え、これお正月のさ、うん、こんな60何人もの前でさ、うん、あの配信で言うことな。めでたいな、だいぶ。ブルシさん、自分の妹の部屋からブー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 ってロータリーサウンド出る方も出やすすぎる。ああ、コータちゃん住んでるとか非公開です。福健ちゃん、こんばんは。去年ステッカー届きました。今年もよろしくお願いします。ありがとう。オリジナルステッカー作ったん。へえ、すごいじゃん。そう、ありがとう、福健ちゃん。今年もよろしくね。はあ、寝てる時にやばいって言ったら笑う。はあ、妹さんの車ナンバー、へ。ちょっと誰誰、ちょっとめっちゃ面白いやけど、ほんま。ちょっとめっちゃおかしい、最高やな、もう最高すぎん、ほんま。めっちゃいいわ、めっちゃいいやろ。ちょっとここチームノリなん、一応最高や。へ、臭いやわ。実家ですか、そうなん、横に妹がいる。福健ちゃん性格が全然違うんですけど、ね、笑けーわ、あのメンタルが、私は弱いとは言わんけど、でもこちらは最強なんです。セブンどこがいい、見た目のかっこよさとロータリーエンジンのなんか独特さとコーナリングの気持ちよさです。なおちゃんコメント面白い。コメント、もうさ天才しか集まってへんねん。めっちゃ面白い、なんか大喜利みたいな感じになってるやん。でもとりあえず10人帰ってきてくれた、あなたの黄色い香りから。そう、おにぎりステッカー見ました、ありがとう。たやんちゃん、てっちゃん、漬物爆弾も踏まえてガスに塩化ル感じ持ってたね。もう危険物の免許すらも取るわ。そう、はあ、はあ、妹さん次に買う車のナンバー決定やね。もう強い。なさんのアルファードも同じでええんちゃう。やめて。なあ、ほんまやで。ほんま、あれ。特定されるやないか、ほんまに。もう車両が。お口が悪いちゃん、ぜひ。あなたのお口は最高だわ。本当に。はあ、レベル、へが頂点やない。いや、もう妹様は強いわ。もう本当にな。配信で自分をおならしたこと言われても、まだなお、今日もまだ4発かますっていう強いな。メンタル強いわ。いや、止まらんもんな。こういう止まらん、お腹が調子が悪い、いうなんていう、止めたら多分もう口から出るでなるやな。もうまあ病気になる。だけどほんまてっちゃんの水がまだ未だに。そう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 。いやいや、それに母が起きたんが笑った。ネオンかと思ったら聞きよったね。想像したわな。ああもう本当にさ、ああおなら大喜利開催。
みんないろいろ経験してるな。何円でセブン買いましたか。結構高かったですだけ言わせてください。ありがとう、ブタコロちゃん。レベル兵4かな。いや、もう本当にな、もうロックダウンでみんなお家で待機です。危ないわ。LINE 登録できた、サクちゃんありがとう。タカちゃん、画面が黄色いのは気のせいか。待って、ナサちゃん、今年の初大爆笑、いい一年。てっちゃん、ちょっと我慢したらダメだよ。よいしょって思って、すかしっぺと思ったら、じゅるっとなんか出てくるから、てっちゃん。てっちゃんも気をつけて、ちょっとお腹冷えがちよ、最近。お互い気をつけよう。って言っとくね。川上ちゃん、こんばんは。妹と一緒にお正月配信してます。来てくれてありがとう。お年玉もらったって聞いとくね。動画投稿してメンションしたので、また今度でいいので見てください。わかった、かかりちゃん行くわ。はぁ、もうなんか、お疲れ。なんかあのね、今の公式 LINE あの追加してって話、かかみちゃん。公式 LINE で繋がろう。あの、公式 LINE 何でも LINE してください。私読めるように設定変えましたから、読みますよ。そう、お返事もあの、遅いと思いますけど、すると思いますから、公式 LINE 何でも言ってください。あの、かかみちゃんよかったらよろみ。バンするよ、やめてやそちゃん、災害救助発動。いや、さくちゃんマジだわ。もう全国ニュース。ブタコラちゃんフォローしてくれてありがとう、大好きです。プレゼント企画はあれやから、お年玉に妹さんない入れたら、それをやったらロックさんにいらんって言われた。かかみちゃん追加してくれてありがとう。ならね、のりちゃんの服が黄色に見えてるのは変なせいか。やめて、私は赤のはず。カレーのカラスで7変。ココイチじゃなくてヘイチ。外出たらめっちゃ臭かったらどうしよう。いや、私この部屋が充満してるよ。私の鼻ももうおかしいよ。そう、妹さん実は出て出てない、めっちゃカラカラやで、ほんまに。あのな、タカさんにあんたのお尻事情ちゃんと言わんでええから。みんな心配してるから。タカさんめっちゃカラカラだし。そう、カラカラって。のりさん髪の毛が黄色に、やめて、私ピンクに染めた。てっちゃん、ガス部屋に充満をやめてね。爆発するよ。あれ、画面が黄色い、フルふきふき、取れんがな。やめて。そう。あ、お口が割れちゃう。フォローしてくれてありがとう。ありがとう、お口ちゃん。仲良くして。歌やん、LINE 登録できないです。できる、できる。誰でもできるようにしてるよ。あの、トップページのリンクから一番下のリンク行ってください。楽しいわ。さくちゃん、今年もよろしく。あは。ひまちゃん、今日は夜更かしだぜって言っとる。とんでもないわ。もう寝たいわ。寝なあかんわ。はぁ、お腹減ったからどん兵衛食べようと思ったけど、面白すぎて。ケイちゃん、もうこれやで。ズルズルズル、ブワーだよね。もう。うちの猫が暴れてる。笑ってるからや。笑ってるからなんか送ってるわってなってるわ。妹さんの部屋で海外の死刑執行やれば。いや、マジで私はなんなん。じゃあ、れいちゃん、私4回ぐらい食らってるんやけど。そう。これでチームナリア。うん、お口ちゃんありがとう。ひまちゃん、今日は私の誕生日。おー、おめでとう。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ひまちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。来年もおめでとうって言わせてね。ありがとう。今日がいい一日になりますように。ひまちゃん、ありがとう。はぁ、ちょっといきそう。ノリね、ライターに火をつければ臭いが火になって消えるかも。ちょ、爆発するで。ここが車好きなのって言ってくれて、そうだよね。この配信見ててどこが車好きかわからないよね。ガスの話しかしてなかった。好きです、ありがとう、あつきちゃん。よへかし。やばい、ほんまに。あくちちゃん、もうやめて。のりさん、 iPhone 13 Pro Max おならで故障したらやばい。大事なの、まだ1年しか使ってない。さぬきちゃん、おやすみありがとう。多分その4回、明け止めの4回やね。明け止めな、もうええで。昨日一発やってるからな。そう。耐えれない。おめでとうございます。ありがとう、ゆらちゃん。ちゃんと聞いてくれてた。のらね、おめでとうございます。ありがとう。たかちゃん、LINE 登録してね。ありがとう。LINE 登録ありがとうね、たかちゃん。まさちゃんもおめでとうございます。ありがとう。SE ちゃん、車好きなのにあんまりこだわりないよね。いや、これで意外とありすぎて整備士さん困らせてますよ。って言っときますね。
なんて呼べばいいですか。いや、タカさんも知ってると思うけど、私なりのこだわりっていうのは意外とあるんですよね、スイちゃん。タカさんも多分それに戸惑ってる部分が実はありますよ。私のこだわりめんどくさいから、あの整備士さん結構おえってなってると思います。一応これでもありますよ。なんて呼べばいいですか。ノリでいいですよ、マイキーちゃん。ありがとう。はあ、おめでとうございます。レイちゃん、ありがとう。カズさんもおめでとうございます。ありがとう。アキちゃん、妹様のヘと漬物のコラボが恐ろしい事態になりそう。もっとお勉強してください。あのね、事態にね、恐ろしい事態とかでね、あなたお勉強するんでしょ。それを扱える男になりなさいよって言っておきます。バージョンアップするからな、年々。おめでとうございます。こら夜遊びじゃなくて、部屋遊び。かっこいいやマジでおならに火つけたら燃えるよ、試してみたから。何しとんけいちゃんすごいすごい、やっぱけいちゃんは経験豊富、どんべい吹かんといてや。すごい。ゆうたちゃんこんばんは。妹さん画面に出ないの？だって昨日足だけ出てきましたけど、あの、うん、横にいます。妹さん、妹はなんだろうな、顔出しはしいんですけどあんま似てないんですよね、うん、なぜか。そう、うん、収まった。あきちゃん、ヘと漬物の整備所探してきてくる。探せ探せ、マニュアル探せ。もうこんなもん4000枚のセブンのなんか知らんマニュアル、サービスマニュアル4000枚。甘いわ、妹なんて1万枚超えじゃ。頑張って栄養にコピーをし、印刷して勉強せって言ってきます。ヘにかける、何の話ねちゃん。夜遊びの歌だよ。あ、夜にかけるだよ。もう嫌だわ、十分かかったわ。そう、妹さん少し出てきてやって、お手手だけ出てきないよ、こうやって映ってないよ、ここ妹あるよ。そうそう、妹様はな、見て見て見て、手って黄色い、手が黄色い、ほら違うよ、手って書いてあるね、手に。そう毎年見せたいわ、見て、手って書いとん、これ。手に手に手This is 手やで。なんかそれ手じゃなくて。ちょっと待って、手じゃなくて、握って。ちょっと待って、めっちゃ面白いや、ほんまやな。それほらな、やっぱりな、手黄色いやで、みんな思うで、ほんま。あってね。ちょっと、妹さんの名前はヘで。笑い方がヘヘ。
消えてるよ。だって、あら、そうなん、なんで動画消えてる、なんか消されたんかな、なんだろうな、なんか消されてた、そう消されてるのあった、なんだろう、マイキーちゃう方教えて、ヘだねって言ったら、もうなんかあー涙流れた、もう疲れた、みかんいっぱい食べすぎた、ヘですな違う違う、おなら出てが黄色、やめてほらバンスターズル、やめて、あー面白かった、あーもうなんか、これ YouTube にはあげるの、あ、そうだね、ログが、無事ダウンロードできたらするわ。あ、飲み物飲んでくるって言ってるけど、わかった、俯瞰といてな、もう今のうちにな、多分ケイちゃんはのんべい伸びとるから、もうツルツル。バンしたんや、私。バンなってる？嘘、どこがなってる？なんか動画減ったの？めっちゃ回ってるバン、やつバンにならんといてほしいって言っとくね。はあ、倒れず。大丈夫、アソちゃん。あへまして。おめなあ、今年の始まりこれでいいの？私今年はさ、みんなともっと仲良くなりたいし、車好きの仲間をもっと熱く語りたいとか思ってるのにさ、なんか元旦からおならの話しかできてないんやけど、眠くて寝ます。よしよちゃん、いい夢見なや、手に注意。あ、間違った、へだった。水出ないように腹温めて。わかった。バンしてない？大丈夫、おくじちゃん。もう息できんって言ってる、ゆきちゃん、ほんとやな。落ち着いたらコイン取ってね。あ、もう私コインなくなってるんやけど、タッチ。辛い。こんなんでいいの、うちら。もうなんか。面白かったね。面白かったね。ありがとう。みんなのおかげで涙流れました。待って、飲めんって言ってる。ねえ、めっちゃ面白かった。ああ、面白かった。ちょっと12時で終わるつもりがもう全然過ぎましたけど、ここで終わっときます。セブンいいなって言ってくれて、あーちゃんありがとう。本当にいい車ですけど、妹も最高です。なんか本当すごそうだから、深呼吸します。だって、ちょっとあきちゃんさ、妹いつでもレンタルするよ。勉強したいんやろ。言っとくわ。ゲゲゲの来たろ。へへへの来たろ。やめろ寝る部屋にいててよかった。爆笑しても娘だ。あ、そっか、旦那さんの実家や。片耳やんだ。そう、旦那さんの実家やから、もう、ね、義理のお母さんたちの前でこれは笑えます。ほら、もう大事件、ね。イヤホン。見てる人減った。35人になった。初笑い。ほんとやな、なおちゃん。涙流れた。ロックさん、妹様と常にコラボ配信お願いします。また来年やな。また来年やな。ま、夏はわからんな。うん。そう、また実家に帰れたら妹と配信しますので楽しみにしてください。なんとさん、このタイミングで猫の足ありがとう。妹の足につけときます。おくじちゃんありがとうございます。こちらこそ仲良くなったわ。マイクをお尻にセット願います。音せんよ。タバコ変なとこ入ったよって。めちゃめちゃ笑いました。楽しかった。アレクセも素敵だけど、妹さん。妹ファン出た。バラ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 、まさちゃん、今日もヘブンなり、やめろ楽しい足ありがとうございます。タカちゃん、おなら注意、ガス注意でお願いします。今年は皆様空気のきれいなところで過ごしましょう。なおちゃん、正月は毎年へで始まるのりさん、もう嫌だ妹さんも最高。そうな、もうな、強いメンタルが。また大人になってきます、来年。また大人になってきます。だってよかった、もう妹が倒れそう、本当に。ちょっと待って、よいしょ。ヘブンのり、やめて！もう本当に。ブス、プスッと聞こえるかもしれませんよ。嫌だ、その情報ももう嫌だ。タクシーのガスは妹さんのヘでは。いや、そんな甘いもんじゃない。もっと臭い。言っときます。じゃあ今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何が言いたかった？みんなでヘの危険物取らんとな。オツ4じゃなくて、オツ6ぐらいです。って言っときます。地球ヘ段階、やめろありがとう。じゃあ今日これはここで終わります。また明日配信できるかちょっとわかりませんが、またよろしくお願いします。じゃあ終わりのじゃんけんいくよ。のりちゃん、またね。妹様もお疲れ様でした。楽しい配信でした、ありがとう。動画の応援もよろしくお願いします。セブンタクシーレッツゴー、ありがとう。しぶしどうちゃん、おうわりんなじゃんけん出してよ。じゃんけん、あ、チョキなんや。パーにしなよ、パー。今日の終わりはヘでした
今日はへでした。ああ、俺もライブするわ。のりちゃんもライブ頑張って。わかった。この後、タカさんライブするかな。よかったら、タカさんのライブに行ってください。てちゃん、お疲れ様です。ならね、ありがとう。おつなら。かずね、なんか、かずさん。来年は、妹様さらに最強になってるかも。強いよ。まあ、ほんまに、へ出すの、やめて。もう、本当に。ああ、妹さん、お腹温めてねんだって。優しい。ありがとう。また負けた。かずさん、おやすみ。終わりまーす。ありがとう。またねー。最後。へー。ありがとう。